はいどうも皆さんこんばんは。6月24日水曜日、本日は気候内横須賀店から生放送です。大人の横須賀ミッドライト、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりの気候なるからのね、放送ということで、そうですね。こちらのお店は中市がね、まだ店長をやってる。ありますよ、お店。まだありますよ。まだありますね。おかしいな表現してますけどね。本日も皆さんに次回よろしくお願いします。はい、ちょっとコメント読んでいきますね。はい、また会えばかいな、また会えばか寝るわ。あ、そう、ケース代か、ね、スローとかわからないから今日はお休みしよう。あ、ほんと結構多いですね、こういう方。あ、でもね、今日は久しぶりのスロットということで、はい、まあ、注目機種のねエヴァンゲリオンがついにね、導入となりましたので、ぜひとも今日はね見てていただければいいかなと思います。はい、はい、関東はスロット不評なのになんでエヴァなんですかということですけども、まあまあ全然スロット見たい方もねいらっしゃいますので、たくさんねたまにはスロットやりますよ。はい、暴走モード引けるなら見る価値はある。お、どうですかこの辺は。いやもう引くしかないでしょう。まあまあ今日はね、もう入ってるでしょ。え最初から入ってる。もう準備済み。はい、エヴァ ART やるんだろう、ART それ1個前のやつだね。違うエヴァ、横須賀の皆さん、アトロクさんこんばんは。こんばんは。今日は久しぶりのスロットなんですね。そうなんですよ、今日スロットやります。アトロクワコ横須賀メリーこんばんは。こんばんは。横須賀パッションモンスターでしょ。ああ、いつだったらそっちか。いいですね。まあまあでもあったんだけどな。来週でもね、できますから。そうですね、パッションモンスターと、オークと、あ、オークのアマデジとかね、ありますから。はい、こんばんは。こんばんは。スロカ横須賀は、台見てないし楽しいからいいか。台関係ないよ。それはそれで嬉しいですけど、ね、台関係ないよ。なんだまた遅刻かよ。そんなことないですよ。音出ない。音出ない。音出てるかな、大丈夫かな。イグル久しぶり。はい、久しぶり。覚えていらっしゃいますね。はい、結構出てなかったよね。だいぶ出てないですけど、半年ぐらい出てない。そうだよ。それは出なすぎだよね。半年間行方不明だったから。はい、あれチェリキチはいないんですか。チェリキチ行方不明です。はい、この後多分来るんじゃないですかね。多分ですね。はい、回線やろう回線。イーグルお久しぶりだな。エヴァかよ寝るか、デビルサバイバー見せてくれ。あ、サバイバーもじゃあちょこっとやりますか。あ、近くにあるんで、行けたら行きます。チェリちゃんいないの、後で来ます。注目機種ですか。いや、エヴァはだいぶ注目機種ですよね。いやもう注目がものすごいって聞いたんでね、もうその流行りに乗っかろうと思って。大事だからもう大事、うん、ね、乗っかるの大事ですからね。コメントがあれって感じですね。はい、スロットのケース代回してよ、もさん。ケース代じゃないですよ。はい、ケース代ですか。はい、子供店長こんばんは。いつもニスロで遊ばせてもらってます。 ありがとうございます。いやいや、明日も遊びに来てくださいね。モツさん、モツさんだけタイガーマスクやろうか。あ、いいですよ、タイガーマスク得意ですよ。もうプロレスかけます。違う、もうね、過去に、過去の放送で1回だけ、まあ、あのパチスロのタイガーマスクの話やってたんですよ、ね、あの早掛けの時に、ね。タイガーマスクはいやいや、入ってる店全然なかったからね、あの台ね。割とね、うん、そう、やりました。思ったより視聴取れましたね。そう、ね。とりあえずエヴァボーナス重すぎだなと。まあ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 、この辺はね、ちょっと見ながらやってみましょう。ART でね。はい、イーグルは純ちゃんにビビってたからな。あ、イーグル。そうなんですね。怖いですね。うん、はい。正直だね。うん。こんばんは、こんばんは。デビルサバイバーはよ。チョコボール石田対イーグルはよ。スローは、見たくないけど、モッサンと子供店長好きだし、BGM にしておきます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、B キャラ投票したよ。ありがとうございます。ちょっとこれね、もうずっとやってますから。モッサン、ちょっと宣伝して、B キャラ。B キャラグラフリー。はい。この、バトラー君、はい、まあ、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけどね、はい、あの今 P キャラグランプリっていうパチンコのキャラクターの、まあ、はい、トップを決めましょうというグランプリやってます、はい、でちょっと URL がね、はい、今ここに載ってるんですけど、はい、あの携帯電話の方から、はい、あの P キャラグランプリっていうふうにアクセスしてもらえれば、はい、すぐヒットしますので、あのですね、で番組説明欄にもですねリンクを貼ってありますので。さすがですね。いやもうね、じゃあもうとりあえずあ、そこからね、そこポチってやればいけるから。とりあえず皆さん、はい、皆さんアクセスしてください。皆さんアクセスしてくださいね。はい、で結構下の方にありますからね、携帯電話とかだと。はい、はい、ぜひあの皆さん本当に一票 ね、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日も待ってる間にバトラー君票入れてきたよ。おありがとうございます。嬉しいです本当に。とりあえずフリーザのモノマネしとけ。それはね、チェリキチに来てから、プロ来てからね、あのクオリティはなかなかね、うん、中
かしいだけハーデスやろうか一人だけちょっとハンデスみたいな、もつさん孫子の真似やってください。孫子の真似、うん前出てきた、前出てきた新しい、新しい、モツさんもできるってことね。できる、はい、バトラ君、モフモフしてそうで可愛いぬいぐるみ欲しい。あ、可愛いですよ、ね、あ、そうですね、うん、もし優勝とかになったらね、そうですね、あのぬいぐるみとかもありえるんじゃないかなと思いますんでね、はい、優勝させてください。 B キャラ、クマキリ、アサミに1票入れてきました。若と素人から寝れば、チェリキチは後できます。モツさんの孫子、笑笑ということで、はい、本日は、パチスロエヴァンゲリオン、希望の槍、こちら、を打っていきたいと思いますので、皆さん2時間よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕の妖怪体操を踊ってくれないから、コーナーだけには行きません。ちょっと待ってください、マジで今ね、ちょっとカメラ位置調整しますので少々お待ちください。はい、入ってます。バトラックの妖怪体操、今第二が出てますからね今しっかりバッチリ仕込んでますからね、今今練習中、ね、はい、あれ音量、どうやって変えるのこれ、あ、多分リプレイからが揃ってません。そう、聞かない。あ、じゃあ、クレジット1回落とします。クレジットも、あ、落とします。うん、あれあれ、ここの緑のボタンついたら、そこからもう一回で回してみたらどうですか。あ、そう、あ、はい、ということでね、皆さん準備できました。すいません、お待たせしました。お待たせしました。はい、今来たよ。あれ、チェリキチョウ、後で来ます。あ、じゃあイーグル、もうちょいこっち、イーグルこっち、ピッキャラこれだけ宣伝しといて10位以内入らなかったら怒るよ。いやもう入りません、うん、すいません。じゃあ本当にね、皆さん本当、毎日ね一票ずつやってくれれば、はい、ね、上位には食い込んでくると思いますんで、そうですね、ぜひともお願いします。本当お願いします。僕もですね、毎日やってるんですよ、ちゃんと。あ、そうなんですか。そうなんですか。やりますよ、当たり前じゃないですかそんなの。ありがたいですよね。当たり前です。やってる。僕はやってますよ。うん、大丈夫だね。大丈夫だよね。もちろんやってます。もちろんやってるよね。バトラー君の T シャツが欲しいです。あー、T シャツ。あー、うん、T シャツね。そうですね。はい、じゃあできたら買ってください。うん、できたら買ってください。まあね、まだないです。優勝とかしないと、ちょっとね、はい、バトラー君に箔がつかないからね。そうですね。箔がついたらもう何でもできますよ。そう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 。もう本当に。最近中西が全力の、あ、これ読んだ、よかったです、やってくれないか、今買いに仕込んでますからね、はい、俺もバトラックに入れておいたよ。で、紹介動画の店員の女の子が可愛い。あー、可愛いっすね。いい、女の子いますね。います、います。あのバトラックの両隣でね、あの2人の女性の方踊っていただいてるんですけど、可愛いですね、はい、伊勢崎店に行けば会えますんでね、ぜひ伊勢崎店遊びに来てください。横須賀店に来てください、ね、はい、なんで横須賀店に説明するんだよ。うちも可愛い子横須賀店に横須賀店にもね、当然可愛い子はね、いますよ、いますんでね、大丈夫ですよ。小牧とかね、男じゃないですか。男絵面がきつい。はい、バトラー君欲しい。昨日、総合の練習で足首タックルいったら、腰痛めた俺に圧力さん一言、いや早く直して、本当ね、怪我は痛いだろうけどね、はい、腰はやばいですからね。腰やばいよね。あ、何これ、あ、はい、あちゃんエヴァ打ちましたか。いやいや、僕はね、連日放送があってまだ打ててません。でもまあ早く打ち行きたいですね、エヴァは。そうですね、はい、うん、あちゃんの横の人はどなたですか。あ、チェリキチになってるな、テレポが。ちょっと直すね。じゃあ自己紹介して、ちょっとイーグル。あ、はじめまして、パチンコ館のイーグルです、よろしくお願いします。嬉しいな。これでいいですかね。どんな感じこんな感じですかね。どんだけ元気ねえんだ。ちょっと待ってね、イーグルのテロップを出すからね。じゃあちょっとコメント読んでいてもらってもいいかな。そうな、どっからですかね、これ。こっからかな。フリーズ見せてください、モッサンということですね。あ、フリーズ、わかりました。あ、フリーズ、これもう引いたんですか。こ
今日は寝台スローが横須賀らしくないなと。そうですね、そうですか。たまには ね、うん、新しいのも打っとかないとやっぱ時代の流れに取り残されますからね。そうそうそう、まあ確かにね、これ設定変えたってことだ。設定はない。もうさあ久しぶりに来てますね。あ、久しぶりです。そうですね、どうも。NG ワード今日はやるんですか。これやってますよ。やってますか。やってるの。やってますよ。あ、これ、1個やってますよ。はい、分かると喋らないように、うん、いやいやいや喋りましょうよ今日も罰ゲームしっかりありますから罰ゲームあるぞ。皆さんお願いしますよ。まあ、なかなか言わなそうな NG ワードは今1個ありますね。あ、そう、はい、ヒントあげちゃダメだよ。あ、ダメだ、それ。あんま慣れてないあんまね、あんまな、MC 慣れてないね。慣れてない、そうだね、はい、ヒントありがとう、はい、あちゃんのやります詐欺で。あ、いやいや、やりますよ。動画紹介のバトラ君可愛すぎて癒される。あ、もういいですね。確かにね、癒されますよね、うん、じゃあ癒されたら、その投票してください。はい、あちゃん今日もイケメンですね。ありがとうございます。バトラ君に入れた、純ちゃん何でも、ありやな。いやいや、その入れたじゃないよ。こういうの、こういう中間。うん、キコナに入れては言っても言ってない、お願いあります、はい、ART 中に横コーンが発生したら、逆押しで、ね、中右敵と左リールバー、狙ってください。メリットがあるらしいので。一応 ART の当選確率が、はい、その押し方によって変わる、はい、みたいですね、今回。はい、なんていうんですかね、一応、3つあるんですよね。初級、中級、上級と。まあ、初級は普通に左から順押しでいいんですけど、中級が中右適当の赤七チェリー赤七を枠内に狙うと、はい、ああ、なるほど。で、上級が、青七バーを枠内に狙うみたいな感じなんで、はい、その辺はね、ちょっとボーナス引いたらやっていただければいいかなと思います。わ、ね、はい、かりました、うん、ビーターなんですかね。いや、2コマみたいですよ。あ、2コマ、はい、だ一番難しいやつやってほしいですね。あ、そうですね、上級ね。もちろんね、うん、それは上級しかやらないでしょ。当然ですよね。当たり前ですよ。もう中志はね、もう本当にパチスロー店のね、店長さんですからね。そうですね、それはもう上級しかやらない。じゃあもう外したらそのたんびにちょっとね、そのたんびにもデストス持ってきますから、ね、いや、やばい。それはやばい。ちかちゃん誰に似てる、誰に似てるんだろう、ちょっとわかんないかな。ちかちゃん、うん、誰だろう。まあ癒し系ですね。まあそうですね、可愛いですよ。バトラじゃない。バトラ。バトラ。バトラ似てる。そうそうそう、癒し系。はい、わかつ、こんばんは。ルパンの寝台の導入は来月ですか。来月です。あ、来月、え、再来月。あ、再来月、再来月、再来月の頭じゃないですかね。頭ですね。はい。クラ、イーグル暗いよ。はい。なんか自己紹介暗いよ、イーグル。イーグルさん自己紹介、はい、ちかちゃんが放送に出てくれるのをずっと待ってます。あー、見たいんだね、はい、ずっと待ってて。いや、そういう方はぜひね、お店の方に遊びに来てください。 いますんでね、はい、はい、米読み向かないな、イーグル。これ、ね、もうね、ちかちゃんと難しいよね、これ。難しい、難しい。機種の説明をください。あ、じゃあこの辺はね、中志お願いできますか。はい、まあ、エヴァンゲリオン、はい、になるんですけど、はい、まあ、今回 A プラス ART と、はい、で、まあ、ART と普通のボーナスで、はい、こうどんどん出玉を出らす、増やしていくような、はい、まあ、システムになってるんですけど、はい、まあ、ART が、純増 1.5 倍の初期ゲーム数が50から150と、はい、なってるんで、まあ、ちょっとボーナス引かないとね、ちょっとコインが増えづらいんですけど、はい、うまいことボーナスが絡めば、はい、まあ、一気にこうガーンと出玉を伸ばせるという感じな、はい、になってますね。はい、なってます。ということで、中志アウトアウト。 ART って言っちゃいましたね、今ね。マジかよ。はい、ART はちなみに、純増何枚でしょうか。1.5 枚です。はい、 1.5 枚です、はい、ありがとうございます。はい、いや、簡単に今日もね、あの、サクッとね、NG ワード言ってくれましたね。あ、ね、ええな、もうマジで無警戒やった。はい、どこにあるのかな。エヴァって寝台だよね。スロカン店長の中地さん、詳細教えてください。寝台ですか、この台は。あ、寝台、最新台ですよ。最新台、最新台、今週から。そうですね、今週の月曜日からですよね。はい、はい、ということで、寝台アウト。アウトですね、これ。いいな、絶対入ってる思ったよ。途中でなんか喋るのをもごもごって言い始めたから、あ、やべえとか思ってた。いや、もうこれ追いつかないよ。うん、まあ言いますね。NG ワード。あれ、これ原産ありますので、もちろん原産、あ、もちろんボーナス、今回は ART は入る回数が多いんで、ボーナスで原産にしましょう。あ、了解です。はい、ボーナスいたら1個原産っていう感じでいきましょうか。はい、これスーパーも普通のビッグも原産数は変わらず、じゃあスーパーは2ポイントにしましょう。
いや熱い展開やな。スーパーが2ポイントマイナスでノーマルジックがマイナス1ポイントということでいきましょう。わかりました。はい、こんばんは。新しいエヴァって AT 機ですか？これさっきのやつね。はい、これは誘ってますよ。はい、あ、これ追加で NG ワード了解しました。中地、さっきの20って何？え、なんか言いましたか？なんか言ってたぞ。え、なんか言ってた。これペンペン、うん、え、何やろ、これちょっと思い出せない。はい、スイカですね、スイカ。これね、今のはあれか、弱、うん、だね。はい、弱スイカ。今現在バトラー君の順位はどれくらいなのか、これ分かんないんですよ、本当にね。そうですね、バトラー君はいつが誕生日なんですか？いつですか、これ。人ふたですね。人ふたね、なるほど。動画紹介の高橋店長が無症状すぎる。それはね、ちょっと分かりますね。いや、表情ないですから、ね、あ、見ていただけましたか、ありがとうございます、はい。皆さん、見倒しはできますか？いや、もちろんね。そうですね、大体できます。大体できますよ。はい、モッサン、いつもの歌お願い。 NG ワードじゃないから、 NG だったら、はい、チェリーに蹴り、入れていいから。あ、わかりました。はい、誕生日おめでとう。アウト。チェリー、チェリー、あ、チェリー、あ、チェリーいない。アウト。え、チェリー、加藤、加藤で、加藤でお前。なんでなんで。じゃあこれはあの、はい、うまいですね、これ。上手ですね。じゃあ、うん、あとで加藤さんで。あ、加藤さんにね、はい、タイキック、はい、ね、あれ、エヴァのキャラは誰が好きですか？エヴァ、マヤちゃん。カオルくん一択でしょう。ああ、カオルくんね。自分あれですね、あれ、なんて言ったっけ、あのオペレーターのこの子、この子、マヤちゃん。マヤちゃん、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 いいですね。はい、普通のイーグルは？僕は当時です、当時。え、当時って友達？あ、当時です。暗いんだよ、すべてが。いや、本当にさ、だいたいメインキャラ行くでしょ、そこ。当時ですって、なかなか聞かない。死んじゃうからね、ハッてなってましたよね。うん、なかなか聞かないよ、うん。はい、中地 ART 行ったからアウトじゃん。アウトですね。中地早速やられていたね。もつさん誕生日だったとかさ、あれ、チェリーはいないですか、今日は。チェリーはない。あとでケリー入れます。はい、こんばんは。前にアチャと話したら、もつさんめっちゃ楽しいって言ってたから、はい、機会あったら遊びに行きます。あ、お願いします。 ありがとうございます。いつも来てください。はい、もちろん69や、チェリーイーグルにも会いたいです。おー、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、待ってます。やられちゃった。はい、ダメですか？69ダメだ。あ、69知らない。69知らない。今ノリに乗ってるってことだ。あー、ほんと。あー、何、ぶってるの？あ、ぶってる感じ。あー、もう69、人の名前なの。え、人の名前ですか？そう、69が大好きな方がいらっしゃるんですよ。あ、そうなんですか？そうセルマエ主任とか。いや、違うんだな、それが。あ、違う。それが違うんですよ。今来ました、アトロクさん、横須賀の皆さん、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。暑いの？あ、ちょっと赤文字暑いですよ、ね。日曜から今日まで AKB 山で12万8000買った。すごいね。あちゃん、横須賀の皆さん、こんばんは。皆さんが打ってる、最近打ってるパチンコ台は何ですか？最近あれですね、絆打ちました。あ、パチスロね。はい、はい、お、ダイダメ。あ、ダメ。中島、中島はいや、ちょっとパチンコ打たないんでね、はい、最近。あ、スロットばっかり。そうですね、はい、窓マギと絆打ってますね。なるほど。じゃあ結構スロット打ってる方が多いってことですね。そうですね。僕はもうトランスフォーマー一択です、最近はね。あれ、どうなんですか、いやいやいや、あ、面白いかどうかちょっとコメントは控えさせていただきます。あ、そうだ、危ないじゃん。結構です。ボーナス込みの 1.5 枚です。NG、あ、これ了解です、追加します。小窓のあっちゃんも声かけてるね。関西雨多いようだから濡れた。関西、僕関東にいますよ。あ、誰なんですか？ボスさんのやつは何なんですか？あ、ね、あ、ダメ。あ、ダメ。ダメだ。チャンスゾーンみたいな。うん。ね、あとこゲームある。ちょっとね、僕ね、NG ワード聞き忘れたりするときあるかもしれないんで、ね、皆さんそういうときは教えてください。モッサン、俺たちはバディだ。アウト。アウトです。アウト。はい、アウトです。お決まりかよ。やばいですよ。あ、また来た。はい、だめ、はい、ダメよ、これ。3回もやってるよ。3回もやってダメって、もうやる気ないでしょ、はい。横須賀の雰囲気は最高。ありがとうございます。あ、そう、ありがとうございます。順当 2.7 とか3に慣れてしまったから、1.5 とかだとどうなんだろうね。そうなんですかね。あ、まあ、ちょっと遊びやすいスペックにはなってると思いますけどね、その分。あと強水化引きましたよ。お、強水化いいんじゃないですか。8点。あー、やべえ、弱え。これは
お、初号機は熱いんじゃない？初号機、うん、ボーナスと ART の確率はいくつですか？こっちはないんだ。まあまあ設定によってもちろん変わるんですけど、はい、まあ、6の場合ボーナスが364、はい、でアートのやつが282ですね。アート、はい、374分の1とかね。あれあれあれ、おさん、これ当たりですね。はい、おめでとうございます。早いな、はい、マイナス1ですね。よ、見せ場がなかったら無条件で全員罰ゲームですか？まあまあいいんじゃないですか、それでもね。モッサン、昨日サッカー選手のメッシの誕生日だから、歌歌っても、モッサン、皆さんこんばんは、俺たちはアバディだ。プロ野球で好きなチームありますか？いや、もう最近は見ない野球を。見なくなりましたね。モッサンありますか？いや、みんな好きですよ。あ、みんな好きですよ、おかしい。中志さん、俺たちは、モッサン後でまた歌ってね。初見ですよ、モッサン、俺たちこれ多いな。なんとなくだけど、イーグルさんって雰囲気栗原るいっぽい。あ、全然違いますね。イーグル渋いっす。バトロ君が、ランク外だったら高橋店長の無表情が原因だね。イーグルはそっちもいけるはっか。圧69。パッチは今週何が入ったんですか？あ、パッチですか？はい、パッションモンスターです。あ、パッションモンスター、はい、入りましたね。あとヤッターマンと、はい、アマデジのオークと、はい、あとマージャン起源のアマデジと、はい、あとあれ トラットですか、ね、なかなか変。あれドラムロイド。ドラムロイド、はい、結構入ってますね。はい、1パチにも入ってますよ。あ、1パチにも入ってるんですか？オークですけどね。オークがね、はい、はい、モサは ART にも入りましたね。はい、はい、あ、直撃 ART ですか？そうですね、はい。何回転でした？あれ早かったんじゃないですか？100回ぐらいですか？ってことはね、まあそういうことですよね。そういうことですということはそういうことですね、はい。こんばんは。今日、シロケージでフリーズ、3件前お持ち帰りしていました。おめでとうございます。あ、いいですね。もう好きなだけ持って帰ってくださいよ。昨日中市に箱交換頼んだら大音量で下打ちされたよ。あ、やっぱりそういうとこあるんだ、うん、いやいや、そういうとこあるんや。、うん、このチャンスゾーンってなんで抽選してるんだろうね。まあまあ、ゲーム数もあるだろうし、レア役もあると思いますよ。サーセイから出る CR キャプテン翼はいつ出ますか？あれもあれですよ、ルパンと一緒ぐらいです、ね。あ、はい、デビッサバハイオ、今日打ち散らかして 100K 解けたけどトランスフォーマーで取り返したよ。おすごい、やっぱ一撃性はあるから。結構なそういう話多いですね。申し訳ないが、デビサバは当たるまで1時間かかるので NG です。入った、レインボー。もう1回やりましたけど、あれきついですね、そうですね。この台どういう流れで当たるの？チャンスドーンとか詳しく教えてください。詳しいことは知りません。まあ信頼ですからね。スロット感の店長、そうそう。まあちょっと自分も今初めて言ってるんですけど、はい、これ誰、チャンスゾーンが第10使徒迎撃作戦、はい、で、まあ、使徒を殲滅すれば ART 当選と、はい、で、あとはまあボーナスの消化中にも、はい、まあ、一応その抽選、はい、エヴァンゲリオンインパクトを抽選してると、はい、うん、いう感じぐらいしかちょっとまだまだね、あの解析がね詳しく出てないということですね。はい、モサの靴の匂いは危険度どれぐらいですか？2ぐらいですかね。2ぐらいって何ですか？2% ぐらいですか？そうです、そうです、はい、2人ぐらいしか殺してないです。サイト見た方が早い、はい。中市ボーナスいったアウト、ありがとうございます。いや、まだ3つやんでね。そうですね、まだ3つですよ、まだ軽いですよ、はい、よし。モスさんアウトだよ。何ですか？モスさん、はい、マージャンアウト。ああ、言ったアウト、来ました。ああ、もうよく見てるな。いや、よく言いますね今日も、ね、うん、あんまり言うとね僕が忙しくなるんでね、あの皆さんあんまり言わないようにね、あまりバラさないでください。そう、はい、これもアウトね、はい、ちょっと待ってね、声小さいぞ。中市アウト。中市今ボーナスいった、中市アウトだよ、エヴァいった、エヴァアウト、はい、中市アウト、はい、やばない、まだ20分くらいしか当たってないで、うん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと、はい、設定変更ってことかな、まあね、モッサン交えていった、設定変えました、モッサン、はい、あーちゃんパソコン詳しい、ノートパソコンのマウス調べ、マウス部分が ベタベタ してるんだけど何で拭けばいいですか？あの布なんだ、湿ってるやつ、なんウェットティッシュとかでいいんじゃないですかね。あ、あの、うん、なんか静電気とかつかないやつありますもんね、うん、中市の好きな女優さん教えてください。女優さん、うん、アスカキララアスカキララね、うん、お綺麗ですよね、うん、
あちゃんの嫁さんの信頼度は何パーぐらいですか？どういうことだ？中市ちょろいな、69アウトだよ。ワコツココイチ食べてきました。おーいいなー、お腹すいたよ。何食べたんですかね？ココイチで、はい、いつもココイチ何食べますか？いや自分はもう大体横須賀の限定メニューみたいなの食べますね。何なんですか？何が入ってるんですか？なんかもつまみカレーっていうもつのカレーと、はいはい、あと、何でしたっけ、なんかスタミナカレーみたいなのがあって、あ、もつが入ってるやつなんですね。そうはい、美味しいですよ。はい、カレーアウトなんだよ、じゃあカレー食べるな今日厳しめちゃう、ちょっと。いやいやいや、ガンガン言うからさ、カレー本当にもう、うん、話食いついたらこれだよ、もう。よし、どんどん追加しよう、NG ワードを。まあ、当てればいいんですよね。そう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 、ビッグ、はい、ナプキンで拭けばいいですか表現がいやらしいよ、ちょっと。圧力嫁誰に似てる？誰に似てないですよ。もつあとカレーアウトだよ。今日は2人ともちょろいな。今日の夜食は何ですか？夜食？カレー、うん、カレー、うん、でもカレーって夜なかなかね、食べれなくないですか？いや結構自分週1で食べますよ、最低でも。カレー、はい。中シムはカレーそんな食わないですけどね。もつはコレステロールの塊なので朝食べるのがいいんだって。あ、そうなんですか。知らなかった。いや、朝からはちょっときつくないですか？ソーセージカレーと卵サラダだろ。あ、卵サラダ頼む、ね、俺も。あ、自分ごまドレッシングの普通の野菜サラダですね。あ、一番安いんだ。あとはうずらの卵カレーですね。あ、うずらの卵フライカレーにフィッシュトッピングしてみたいな。フィッシュフライかが、なんか僕スタンダードですね。あ、なんかお肉いっぱい食べそうなイメージ、ね、いや、お肉はあんま食べないですね。あ、そうなんですか、はい、これすごいですね。間からめっちゃ見えてるんですけど。何が？チャンス襲撃みたいな。ほんとだ間から見えちゃうんだね。エヴァは20スローだけですか？そうですねはい、今のところ20スローに、4台はい、はい、ありますんでね、ぜひ打ちに来てください。子役の強弱教えてください。子役の強弱、強弱、はい、強弱がちょっとね、今回ややこしかったんかな、確かに、はい、ちょっと強弱までは分かんないですけど、そのチェリーにも A、B の2種類と追加の強弱、はい、で、あとはちょっとその優先順位というか当選期待度がちょっと分かんないんですけど、はい、まあチェリーか追加はやばいですね、これ、うん。いや、何がですか？ NG 的な？あ、NG 的な？大丈夫ですよ。お、マジで？はい、大丈夫ですよ。あ、もうそろそろスイカかな？あ、スイカ？ぽくないですか？うん、スイカこぼし目っぽいですね。あ、ほんとですか？はい、あららら、ら大変だそれ。はい、もっさん、マットで行ってミルクありがとうございます69は、20言うたよね。20？ 何で言うたんやろ？わかんないけど言ったって書いてあるから言ったんじゃないかな、はい、あ、20スロー。あ、なるほどね。アウト。あ、うまいな。はい、全然気づいてもないからなはい、ということで、夏にぴったしなスロットって何ですかね？リング？あー、怖いやつかね。うんうんうん。あー、ぴったり。いや、でも南国空とかちゃいますやっぱり。あー、確かに、わかるわかる。あー、うまいね。はい、あっちゃん結婚してるんですか？もうね、どうですかね。審議、はい、お、審議これは終わり。あ、終わった。はい、ということで52枚。うわー、1.5 枚か。はい、ボーナス込みじゃないですか、多分。あ、なるほどですね、うん、もうこれはなかなかたるいですね。はい、圧力さんは月曜から木曜までこの時間仕事は辛くないですか？いや、でも生活逆転してるんで普通ですよ。はい、そうですね。夏になるとカレーが食べたくなる、わかる。夏にピッ、あ、これだ。中市チェリキチとイーグルどっちが優秀ですか？モツさんも答えてください。うん、まあ、チェリキチですね。チェリキチ、うん、イーグルもうちょっと明るかったらね。あ、なるほど。暗いもん。うん、中市はどうですか？イーグルはあ、どうですかね。まあでも冷静になんか対応しそうなのはイーグルなイメージがあるんですよね。あ、その辺はイーグルの方が冷静な対応ができるんじゃないかなというところですね。大人な対応はできる。はい、なるほど、うん、2人ともアウトー。イーグルかイーグルとチェリキチが NG ワードですね。どっちもダメだまあまあ2人ともね、1個ずつ増えたということでね、仲良くね。はい、うん、おー、当たった当たった。おお、さらっと、え、
これはどっちですか？ART ですね。はい、おめでとうございます。これも入ったんじゃない？滑ったよ。ボーナスっぽい。はい、ほら来た。はい、来ました、はい、さんおめでとうございます。なんかリーチ目っぽく見えますね。あ、もうなんかスイカはそ転廃しなかった。はい、はい、横須賀のお祭りはいつですか？え、なんですか横須賀のお祭り？8月1日です。8月1日はい。ってことはもうあと1ヶ月ちょっとですね。あ、そうですね。そのついでにね、ぜひあの遊びに来ていただけたらいいかなと思いますね。もうぜひ来てください。はい、もう本当に、中市声が小さいってマイク近づけて。あー、すいません。はい、こんな感じですかね。はい、中市好きな A タイプ教えてください。あー、好きなやつか。あー、なんやろうな。いや、でもやっぱ J じゃないですか。え、J じゃないですか。ゴーゴーランプ搭載の。なるほど。あ、間違えた。うん、J ね、J ね。はい、なるほど。やっぱりスロチンコよりパチチンコの方が多いよ。パチの方がいいよ。ああ、なるほど。なるほどね。あ、じゃあパチにしといたらよかったかな。うん、ビッグボーナス。はい、おめでとうございます。ということでモソン、これでマイナス1ポイントですね。よっしゃ。はい。よし。なんか新宿の顔怖いな。中市声も身長もあそこも小さいな。待て来て。皆さんの思い出のスロットってありますか？はい、俺はマリンバトルです。あ、4号機のやつか。あ、自分キングパルサーとかですかね。あ、キンパルね。キンパル。まあやっぱ初代番長とかじゃないですか。あ、番長もね、思い出深いですけど、僕はあの5号機の最初のリングにかけるが大好きでした。あれは打ちましたね。あれ面白かった。面白かったですよ。うん、今日中地にパチの箱を変えてもらおうと思ったら、はい、どうぞって言いながら箱を投げつけられました。またそんなことしてるの？また言ってきました。そういうことやめなさい。あっちゃんもスロ詳しいよね。いやいや、僕これでもですね、元ライターですからね。皆さん、あのこの放送だけ見てる方は知らないかもしれないですけどね、僕ライター業もやってたんですよ。南国かな。開始20分くらいって、言ったんや、言ったんやでと。あ、なるほどなるほど。モスさん、なめこ、何なめこの後に続く言葉は何ですか？え、なめこの後しめじじゃないですか？違いますよね。やっぱりなめこといったら治療院ですよね。ありがとうございます。中市熱い。あ、当たりました。あ、当たりましたね。はい、ハイサイ超特急とかね。あちゃんはラブライブのブルーレイ買ってますか？買ってないですね。あちゃんは海外で挙式したんですよね。同性愛とかしてないですよ。中市は銭形警部が出てくる作品といったら何だと思いますか？え、まんまじゃなくて、え、銭形警部、あああれですよね、モンキーパンチのやつですね。ああ、モンキーパンチのやつ、なるほどなるほど。モサンアウト。あ、モサンは両方言ったから、さっきのアウトじゃないかと。あ、イーグルとセリキチって両方言ったからね。あ、言ったよ。あ、言った。じゃあ足しましょう。足しましょう。ね、いや、今日拮抗してますからね。あ、そっか。あ、本当ですか。はい、今5対6ですよ。あ、マジ。はい、おー、勝負やないですか、うん、これ。横須賀では夏に花火大会とかありますか？よかったら花火がよく見えるスポットを教えてください。あ、横須賀店ですよ。聞こうな。横須賀店でよく見える、まあまあ、見えるんじゃないですか。あ、本当に見える。駐車場とか。いや、本当一番いいですよ。でもほら、行っちゃいけないんじゃないですか。あんまりだ、そこに人がいっぱい集まっちゃったら大変なことになっちゃうじゃないですか。いや、もう入れないです。あ、入れないということでね。はい、はい、もちろん、これは横、赤い横くってるだけ。はい、お、エヴァクラッシュって上乗せですね、これで。あ、なるほど。はい、上乗せっていうか ART に当選ですか。はい、あ、なるほどですね。うん、今年はお二人とも、花火を見に行きますか？いや、見れたら見たいですね。今のところはね、予定はないですね。うん、あ、今のところ予定はない。まあ見に行けたらぐらいちゃいます。はい、白わからないから、当たってるのかボーナスが何なのか全然わからない。はい、なるほど。そういう方のためにぜひ教えてあげてくださいね、うちながら ね、 そうですね。これ今入ったのは何でみたいな。ART っていうのはですね、打ちながらコインがちょっとずつ増えていくんですみたいなね、そういう解説、そういう解説、そういう解説。さすが元ライター。そう、元ね、元ね。中市、俺たちはバリでーす。アウトー。まだ生きてた。気持ちよかったな。まだ生きてた。あ、やっぱね、気持ちよく行ったね。大事、気持ちいいの大事ですよ。はい、パルサーのバウンドストップ。あ、あー、たまらん。あった、第三でねとか、うん、あったあった。どこまで行く。はい、初見ですよ、中市ウェイウェイ。2027 2027。ああ初代いいわ、いいわ、いい、むちゃくちゃ面白い。圧力でも
日暮らしビタできなかったね戸塚店で、いやいやいや、あの後ちゃんとね、あのできるようになった、あの椅子の位置が悪かったのね、戸塚店のね、椅子の位置、うん、戸塚店の椅子の高さがちょっと悪かっただけ、うん、最近スロー打つ気ない、目押しが面倒になってきた。あ、まあでも今目押しない台いっぱいありますからね、うん、そうですね、うん、あっちゃんなんでライターから酒パワーに入社したんですか。いや別に僕、今でもライターできますよ、オファーがあればね、ライターって具体的にどんなことしてお金を稼ぐんですか。文章を書くんですよ、ライトするんですよ、書くんですよ、チェリー君、今日はお休みですか。そうですね、後で来るかもしれません、最近、一番最近何で大当たり引きましたか。大当たり引いた刑事ですかね、花の刑事、はい、パチンコの、はい、はい、あ、ポザー来た、ピアノモード上乗せ特化ですね。これは一応リプレイ以外の全500で上乗せ抽選。あ、じゃあリプレイ以外引いたらいいじゃないですか。でリプレイ5回揃うと継続抽選に移行するみたいな感じですね。おー、ライターっぽい今俺。なるほど。ちょっと本業的な感じだね。本業っぽいね、うん、もうすぐ夏ですね。夏といえば何花火が好きですか。何花火、うん、あれこれ5回目じゃない、うん、リプレイ、うん、あ、これで継続じゃないですか。継続、はい、モサンアウト花火なんなのいや、はい、今日は怖いな、うん、ギジボが、わかんないな。あ、ギジボの意味、ご覧の中し教えて。あ、なんて言ったらいいんですかね、うん、まあ通常のボーナスというのが、はい、まあ、毎回子役が揃って、はい、まあ、コインが払い出しがあるものになるんですが、はい、ゲージボーナスに関しては、まあ、ART とか AT の、まあ、ちょっと演出をボーナスチェックにしたと、はい、まあ、いう感じですから、イメージ的には。まあ、そうですね、はい、ちょっとね、この疑似ボーナスもいろいろ種類があるので、あある、うん、ちょっと一概にこれっていうのは入れないんですけどね。うん、確かにそうですね。スロ初心者なんですけど、名前入りって何ですか、あっちゃん。名前入りっていうのはガチで答えた方がいいのか、下ネタで言った方がいいのか、どっち求めてるのかな。まあ、名前入りっていうのはですね、あれですね、ゴムつけないでやるやつの名前入りですね。ありがとうございますもうすぐ夏、あ、これだ、エヴァクラッシュは上乗せで ART はインパクトだろう。そうですね、ギジボ、あ、これだ、レギュラーってなんでバケって言うんですか。あ、こんなもんか。35ゲームこんなもの、はい、こんなもん、こんなもん、はい、なんでバケっていうかっていうと、まあ由来はお化けからみたいですけどね、うん、見たくないっていう意味ですよね。なるほどなるほど、はい、お化けを見たくないからレギュラービッグじゃないからってことね、はい、なるほど。ART って5号機から始まったんですか。そうですか、ART は4号機もあったような気がしますけどね。あった気がはい、するんですけどね、はい、ちょっと出てこないですけど、うん、今、あーちゃん、この前は新婚旅行の山形どうだった。それあんちゃんと言ったやつね、あーちゃん今見てる視聴者の年齢層のアンケート取ってよ。あー、取りますか。フリーズ、蒼天2好きな僕はいたんですか。そんなことないと思います。いや、面白いと思いますよ、うん、あれフリーズいたらマイナス3にしよう。コマドのもこみちさん、今日もイケメンです。あれ、圧力さんだ、ポイントください。1ポイント。あっちゃん、ピアノモードだ。おお、かおるくん、電話してちょうだい。それ預けん言ってたやつね。中地、さあ、よく見るとおっさんだよね。関東紀子のアイス食べてるツイート見て思ったわ。ああ、デスソース食べた後ね。いや、もうあれはね、うん、もう心身ともにやられてしまってる。そうそう、中地、花火増大してくれよ。ああ、ちょっと検討しますか。はい、かおるくん、来月の注目台は何ですか。来月、あ、7月ですか。はい、は海物語ブラック、はい、とあとアップルシード、はい、とあと何があったっけな。あとはあれ、スロットなんかなかったっけ。マイジャグラーと、はい、あとリリカルナノハですね、うん、あ、なるほどね、っていう感じですか。あとリングだ。リングの、マックス8バージョン。ああ、新しいやつですね。そう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 、はい、あれ結構ね、普通に演出とかはそんなに変わってないんですけどね、はい、いや結構出来いいですよ。あ、出来がいい。マックス8になってちょっとこう悪いところ、はい、良くなかったところいろいろ改善したらしいんですけど、はい、いや結構本当にバランス良くて秀逸ですね。おお、いいですね、打ちたいですね。あとは明日のジョーか。明日のジョー、ええ、明日のジョー何月ですか。あれ来月で7月。あれも7月に来るんですね。あ、来ますよ。おー、はい、それはちょっと初耳でしたね、ええ、はい、まあ、ちょっと1回ね、不具合あって、はい、はい、
ちょっと引っ込みましたけど。ああ、不具合がね、あったということですね。あとはアマデジかな、アマデジの009、はい、と麻雀物語、はいはいはい、ぐらいです。はい、という感じですね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。バケラッタや35箇所多いなと上のせね、竹本ピアノね、ホモード、ガチの方も、聞きたい名前入り、名前入りっていうのは普通に目押ししないで勝手に入っちゃったやつですね。いきなりポンポンポンってボタンを押したら何か揃っちゃったとか、そういうの名前入りっていうんですね。あ、よくありますね。はい、中市カエル系のスロットは何がありますか。カエル系、はい、あ、押し順ケロルンとかちゃいます。ああ、寝台ですね。寝台の、はい、ケロルンアウト。 あれケロルンとかユーパルサーとかじゃない、ケロルンアウトです。マジかよ。はい、もちろん誕生日の歌歌ってください。できれば中市も歌ってください。そう、誕生日、うん、誕生日になったら歌ってあげるよ。え、いや今日誕生日かもしれないじゃないですか。いやいやいや、わからないです。今日誕生日かもしれない。いや誕生日だったら歌いますよ。あ、誕生日だったらね、なるほど、なるほど、はい。なんか今変な音鳴りましたね。今中市のこれあれですね、スイカの、あ、スイカの横顔みたいなやつね。今来たけどエヴァか寝る。横須賀は山さんの寝台のケロットの女の子のやつ入れた、名前忘れたけどおきどきみたいなやつとかケロットさっき言ってもて、はい、BB が化けたってことだよ。なるほど、それ言っちゃうわ。明日行くから中市のレバー引いてもいいですか。いや、もうもちろん引きに来てください。全力で全力で引いてくれと。もう肉を抜いてください、はいはい。何号機まであるんですか。うん、8号機ぐらい。いやいやいや、スロットは5号機。そうですね。エヴァンゲリオンは何号機まであるんですかね、これ。あ、もう今でも13まで出てるんじゃないですか。13号機、はい、あまり来る、成立後ボーゲームでボーナスがソロ、この前山形でこのど田舎門があってメンマ投げつけられました。やってないよ。AR って呼び方だったけど、ハードボイルドとかあったよね、はい、あった言われて初めて、うん、カオル君の価値も、落ちたな。アップルシードどんな感じの台ですか。いや、ちょっと特殊なんですけどね、はい、普通大当たりを引いてから、はい、なんか5分の1の抽選を2回経由するんですよ、はい、でそれでなんか出玉増やすんで、結構まあ本当に複雑です。あ、作りは複雑ですね、でもまあちょっと打ってみると多分結構ハマる人はハマると思うんですよね、特殊なのが好きな人はいいですよ。あ、なるほど、はい、8月の新台って今の時期から申請するんですか。あ、もうそうですね、うんうん、ルパンは、あ、ルパン8月ですね。あ、ルパン8月、はい、ルパン8月、8月、アウトー。何どっち、ルパン、あ、ルパンか、さっきあと全員型聞いてたもんな、ね、ルパンも8月もアウトでございます。何、なんだ、はい、今日レベル高いもうちょっと何も喋らないよ。いやいや、だからそれだと番組ね始まらないから。いや、もう親切心で話したらアウトだよ。え、いやいやいや、やっぱね、いや親切大事ですよ、モツさん。そうですね、親切は大事です。そうそうそう、はい、いや、この番組はもう人の心をねじ曲げていきますから。卑屈にさせていく。そう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 、はい。バイオはいつですか。は来月ですよ。来月ってことは7月ですね。そうですね、はい。ナノハは入りますか。エヴァとどっちがいいですか。あー、ちょっともう、なんていうんですか、もうスロットのタイプがもう全く違うんで、はい、多分好みの問題だと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと順、あー、どっちやろ、まあでもナノハ面白かったですよ。あ、最近、富士以来作るな、海物語、海を、譲り、守りし者の導入はいつ頃ですか。ゴッドは、ゴッドはまだ、あ、ゴッドのパチンコって入る予定ないですか。あー、ゴッドみたいのとかありますよ、なんか。みたいの、はい、なんでしたっけ、ゴッドじゃないの、ゴールドラッシュみたいな、なんかそんな感じ。あ、なんか診断ありましたね。ありましたね。アップルシードは何台入れる予定なんですか。わー、ワンボックスぐらいじゃないですかね。ですね、はい。中市、数字が出るのは上乗せなの、何なの。数字が出る、はい、どこにですかね、はい、まあ、液晶、ここら辺に出る分に関しては、はい、まあそうですね、上乗せだと思いますよ。なるほど、上乗せ、アウトー。わー、なんでも来るな。いくつあるんですか。で、いや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 、これは上手でしたね、今のはね、はい、うわー、怖っ。腹黒くなってくるわ。やばいよ、そろそろもう抜けちゃう、はい、いや、でもこれだけ打って300マイクは、うん、
明日のちょっと楽しみアンケ、いきなりやな。あ、ちょっとアンケートね今取って年齢を教えてくださいってアンケートを取ったんで、ちょっと結果を表示したいと思います。はい、10代 3.7%、 20代 45.2%、 30代 29.4%、 40代 13.5%、 50代 2.2%、 60代 6%、 そんなにいる、そんなにいる、本当に60代本当にそんなにいるの。いや、いると思いますよ。いやいや、いたら嬉しいですね。すごいですね。ですよ、もうネット社会ですからね。そうですね、結構これガチだったらすごいね。はい、吉本のアマは入りますか。あ、いや入らないですよ。はい、20代女です。お、いらっしゃいませ、いきなり来たから押しそうになった。あー、なるほど。パチの話になるんですけど、はいはい、羽物って簡単に簡潔に分かりやすく説明していただけますか、初心者なので。それも説明したらなんかはめられるんでしょ。そんなことない。いやいや、でもこれ素直な20代女性からの、そう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 、うん、これは、うん、じゃあお願い。いや、ちょっと僕はあのスロット感なんでやっぱりそんな言い方ある。譲り合う、譲り合うスタイル。譲り合う時代ですからね、うん、はい、道も譲りますし答えも譲りますよ。はい、ということで説明してくれません。目押しの練習、方法を教えてください。目押しの練習方法、いっぱいお金入れたらいいです。うわ、ちょっとお店で打てて腹黒くなってきてる。もう必死になりますからね。なるほどね。そうですね、目押しできないとどんどんお金減りますから。あ、なるほど。20歳の高校生です。あ、そうなんですね。あ、そうですか。いや、どういうことやね。いや、だからほら、あの定時制行ってたりとかね、彼女ありますよ。あ、こんばんは、コンビニのトイレから見てます。ありがとうございます。早くトイレ開けて行ったら、その後は。あ、なるほど。あれは誰だ誰だ誰だ、あれはデビルと言ったら、その後に続くのは、はい、え、あれ黙っちゃった、あれ、うん、だって言ったら、 あ、なるほど、そっちに持っていきたいの。え、なんですか。え、あれ羽物。あー、羽物ね、羽物。あー、なるほどね、うん、ということでね、うん、まあ、あの皆さん察してるみたいですよ。そうですよ。またデビルマンと、ゼロあります。まだデビルマンとゼロありますか。ありますよ。はい、はい、モさん大当たり言ったな。あ、大当たり言った、アウト。言ったっけ。いや、知らない。いや、もうね、視聴者の人が言ってた言ったって言ったらもうアウトですね。あ、そうですか。はい、ということで、うん、チェリクチ来ました。こんばんは。あ、来た。お待たせしました。うわー、ドヤ顔してるよ。お待たせしました。い、遅いよ。あ、ちょっとあのお腹痛くてですね、うん、トイレ行きます。お腹痛かったね。はい、お腹痛くてちょっと仕事もしないでトイレばっかり行ってるから、ね。はい、この辺からお願いします。はい、はい、あ、皆さん、あのデビルマンの激アツ柄といったら何ですかって。エキサイトですかね、これ確か。あー、今何なん。今あれですよ、店長してますよね。もちろんあのパチンコ館の店長なんで。あ、そうですよ。もさんは、あれですよ、あの大体熱いやつですよ。超適当。なんだそれ。パチンコ番組だからこれ。熱いやつ。熱いやつ、うん、まあ間違ってはないですけどね、うん、そうですね。今度羽物のランマ出るけど、かなりきつそうですよね。あ、そうですね、女のやつと男のやつがあるんですね。そうそうそう、もっともっと竹本。あ、ピアノね。皆さんはレバーを押すとき力込める方ですか、軽く叩く方ですか。そうですね、その日のテンション次第ですね、うん、エキサイトってすげえ奇抜な台作るよね。ピアノ打ってちょうだい、うん、中杉、ジャグラーは何が入ってますか。ジャグラー、はい、アイム、はい、ハッピーガールズ、はい、みんな、はい、ミラクル、はい、なるほど、マイ、なるほど、はい、中志、アウト。全部ってかやめてや、お前。いや、全部じゃないです、全部じゃないです。いくつ。1個です、1個、1個、あ、1個か、1個、ハッピー、ハッピーです、ハッピー、ハッピーです。ねえ、先週より NG 言ってるテンポが早いようなってことで。え、そんな。いやいや、あ、先週はチェリーがやらかしてるから。いや、まあ書いてあるんですよ、最後にチェリー騎士は例外だかって書いてあるんですけど。そうだね。でも今日確かに結構二人とも飛ばしてますね。そうそうそう、いや今日レベルが高いね、イーグル帰ったのか、イーグルね、イーグルはね、ちょっともう仕事戻りましたね、はい、青森の、地震大丈夫でしたか、モッさん。いやー、なんとかね、はい、無事だったみたいです、はい。先週より NG、 あ、これ読んだね、はい、さっきモッさんに出てたエヴァクラッシュって何ですか。あれです、なんか当たったやつです。当たったやつ、はい、まあ ART ですね、はい、ルパンの寝台のシダの動画が YouTube にいっぱいアップされてるんだけど、ガチャガチャして眩しい、どうですか。いや、私ガチャガチャなんかいっぱい出たりし、引っ込んだりしますね、うん。ゴッドのパッチはこけるわ絶対。 ART あんまり増えないね、うん、純増何枚ですか。 1.6 でしたっけ。
5ですね。 1.5、 はい、私は9、歳です。50代60代いるのかよ。60代嘘だろ。60代は多いな。わしは80代。わしは70です。30代心は16、おじいちゃん早く寝なさい。わしは80代のじじいや。じじいばっかりじゃねえか。私はガチで先日50歳になっちゃいましたと。 おめでとうございます。中志誕生日の歌を歌ってください。ハッピーバースデートゥーユー。あ、なるほどね。わしはガナルカナル経験してる70代じゃ。途中よりこんな時間まで元気だな。チェリーおはよう。はい、梅、男梅が来た。一番好きな季節いつですか。一番好きな季節、うん、ああ季節、はい、やっぱ春っすかね、うん、春秋ですね。え、秋です。秋、梅チーズチェリーこんばんは、はい、チェリーちゃん俺だ結婚してくれ。皆さん、あ、これ読んだね。あ、皆さん季節の中で春秋冬以外何が好きですか。サマーですか。なるほど、サマー ね、はい。チェリーちゃんおはよう、はい、好きな飲み物なんですか。好きなのはリンゴジュースですね。ああ、はい、中志はあーコーヒーですかね。ああ、なるほど。コーヒー。二人ともアウト。なんで。モッサンはあのジュース。ジュースか、うん、で、中志は直撃コーヒーです。マジで、はい、直撃です。何そんな NG バサミみたいなね、はい、完璧に直撃かましてきてました。そうだね。なことあるか、はい、なかなかないですね、これ。すごいですよ。いや、飛ばしてる由来が分かりましたもん。僕来ただけでもう4個5個ぐらい出てますからね。相当飛ばしますよ、これ。ずーっと NG 言ってるから。やばいですよね、これ。入れていかなきゃいけないですもんね。そうそう。はい、どんどん。チェリキチ突然だけど、後でもう3から蹴られるよと。うん、ああ、そうやね。さっきも騙されたから。どういうこと。お前が止めへんから。止めないからってなんですか。店長が騙されてたわ。うん。そう。ああ、なるほど、なるほど。この台の大当たり確率って何分の1ぐらいですか。そうですね、これ合算でいいですか。はい、でもあれですよね、設定によって変わりますもんね。まあそうですね、まあ、だいたい364から431です、はい、分の1ぐらいの間だということですね、はい。チェリキちゃんおはよう。おはようございます。チェリーお疲れ様でした。気をつけて帰ってね。いやいや、今からだから。チェリキちゃん男を磨く梅がある。チェリキちゃんいつものして。何ですか、いつものって。いつもの何してんの。いつものですか、うんうん、飲みしろですね。それだいぶ新しいやつだろ。あ、これ新しいやつ。いつものじゃないよそれ。あ、これいつものじゃない。いつものじゃないそれ。あれ、うん、これ今日スイカ。今日は60代に受ける罰ゲームしよう。ミソラヒバリのモノマネとか。チェリータイキックな、ね。この夏の注目台は何ですか。この夏ですか。はい。いや、この夏はやっぱり怪盗ですよ。怪盗。あ、怪盗。あ、なるほど。モッキーパンチ。この夏。アウトそうだー、さっきさんざんあのね、これはさっきさんざん避けてたのに、うん、今日はレベル高いな、これ。いやいやいや、今のは言っちゃダメなやつだって。いや、もう忘れてた。もう完全に忘れてたよ。ねえ、これハッピーターンってうまいよね。あ、美味しいですね。あれ美味しいですね。あれ200%とかね、甘酸っぱい感じ。そうそうそう、あれマックス 300% まであるんですよね、うん、確かね。チェリキチさすがに小耳慣れてる。慣れてないです。チェリキチかゆい裸になるよ。はい、なならないならない。トマトジュースも飲めますか。チェリキチこんばんは、待ってたよ。あ、ありがとうございます。チェリ尻なんかついてるぞ。はい、あ、顔だった。いやいや。逆立ちしてねえよ。最近、チェリキチ無駄に貫禄出てきたの。チェリーズ様、登場がてらにデスボール打ってください。いいんですか、やっちゃって。いいですよ。最近もやりすぎちゃってるんで、あんま面白くないんですよ。いやでもな、毎回ね、あれを見たいって方もね、いらっしゃいますからね。もうちょっと本気でやって、地球壊すつもりで。そうだね、うん、いやもうめっちゃ今、気溜めてますから。あ、気溜めてる、うん、あれ、スーパーフリーザなんて、スーパーフリーザ。スーパーフリーザスーパーフリーザスーパーフリーザですか、うん、はい。キー規制はしてるな。ほんとやめてくださいよ。僕ただ頭おかしい人ですからね、確実に。ただの頭おかしい人ですから、ね、ただ消えしか言ってないですからね。何言わせてんすか、僕にも。めちゃめちゃツボにハマっちゃった。ただ消え言ってるだけですよ。通報しました、お茶吹いた。それは規制だ。デスボールってそんなに肩に打てるのかよ。もっと貯める必要あるだろう。順次る激横。オープニングでモッサンが措置やってくれたから、エンディングではチェリキチよろしく。あ、なるほど。
ハートが中に入ってるハッピーターンあるんだよ。あ、それ知らなかった。幸せのみたいな。チェリクチェ発作ですか。チェリクチェ調子乗んのな。バイジュン、チェリクチェ心配するな。君は最初からおかしいやつだから、はい、本当に通報しました。横須賀警察署に。可愛いよチェリーズは。チェリクチェ、そういえば昨日純ちゃんにチェリクチェがモノマネいろいろしてるって言ったら調子乗んなって言ってたぞ。これマジだ、これマジだ、うん、これやばいやつ。いや別にモノマネ何もやってないですけどね僕。この台の激アツ柄は何ですか。赤赤赤いや金とかちゃいます。あ、金出ましたもんねセリフでね、さっき。あ、ダメだ。今年の夏は BBQ しますか。あ、いいっすね。いやしたかったですね。まだできてないですね、うん。こんばんは。今来ましたが当たりとかはどうなってますか。一回引きましたよ。はい、一回引いた BB。 あ、ビッグボーナス ね、はい。モッサン意外とアホですね。チェリクチ、水戸天皇のモノマネやってください。あ、水戸天皇さ、はい、私が水戸天皇じゃ。なんでちょっとリズムに乗ってるの。、まあ、めっちゃ似てますからね。皆さん会いに行った方がいいですよ今度タイムマシン乗って。めちゃくちゃ似てますからね。乗せててよ。あ、これもアウトか。じゃあ 1.5 アウトにしよう。中志アウトでしょ。うん、アウト。なんか言ったんですか。チェリーの聞き方がね。そう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 、チェリーの聞き方が微妙だったんだね。中志、なんでアイスコーヒーを関西はアイコーっていうの。え、いや、まんま略してるんじゃないですか。あ、まんまそのまんま。チェリキちゃん将来的に酒パーに移籍するんですか。はい、そうですね。もう半分移籍してる。もう半分移籍してますよ。もう皆さん夏休みあるんですか。あったら予定はありますか。いやー、ないっすね夏休みは。予定か、思い出作る予定。思い出なんか悲しい。重い重い。なんか重い。思い出だけに。チェリクチャー特のコンビが好き。俺たち超金属のキャラで覚えてるのありますか。いや、まあ、世代じゃないっす。なんだっけ、もじもじくん。もじもじくん。トンネルズ。わからない。こんばん。あ、これ読んだな。そっちじゃないよ、フリーザやってよ。あ、もうやりましたからね。はい、この時期はバーベキューをするのにいいですよね。お二人はバーベキューをするとき、こんな食材使うっていうのあったら教えてください。海鮮。あ、海の幸ね。海鮮ものですね。中志は何かありますか。いや、これっていうのはないですけどね。ただまあ焼きおにぎりとかしますけどね。あ、焼きおにぎりあんまやらないかな。いいね、おいしい。新しいですね。結構。あと、ニンニクとか。ニンニクね。昨日純ちゃんがチェリキチに調子乗んなって言ってたよ。今来ました。エヴァの台の説明してください。台の説明。はい、お願いします。ボーナスの消化で忙しいんでね今から。ああ、なるほど。あ、当たりましたね。はい、中志これでマイナス1ポイントですね。いや、やったやで。何、いつも引いたの。んチェリーからっすね。そうですね、チェリー A から行きましたね。はい、なるほどね。ああ、 A とか B とかあるんだね。予告音が鳴ったら逆からの上級のやつでいい。よかったっ。あ、そうですね、はい。あ、それなんかいろいろあるんですか、技術介入が。技術介入あります。あ、それも先にそれやってなかったね。明日は、そちらの地域は暑いですか、涼しいですか。いや、涼しいですよ。あ、斜め。あ、斜め。ポッティーな感じだと思うんですけどね。はい、何ですか。ポッティーな感じじゃないですか。ポッティーな感じ、なるほど。チェリーズ様こんばんは。チェリキ、そういえば昨日純ちゃんにチェリキチがモノマネいろいろし、あ、これ読んだね、調子の。この辺も読んだかな。こんばんはあたりですかね。こんばんはあたりかな。こんばんは。今日、MC やったんだけど難しいんだね MC って。あ、これあれですか、イーグルですか。あ、可能性ありますね、ありますね。これ、ね、多分そうだね。早速入れてきたね。そうそう、規制発するやつは帰る。はい、あ、すいません。あれ、あ、そうですね、はい、何狙うんですか。あ、今のじゃなかったか。あれ、あれ、今のは子役の。いや、わからへん、なんか、はい、予告編があ、これ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 やな、うん。で、ここに青7番、青7を、はい。おお、さすが上手ですね、この辺はね、はい。あ、決めたの。これビターですか。一応今ビターで押しましたけどね、はい。ハッピーターンに大量のわさび挟んで食べると美味しい。最悪食べれるよ。いやいや、最悪や、最悪ですよこれ。辛くなくなる。いや、ちょっと、ほんまに、うん、アルマ法のコーラ何なん。わさびですよ。この台ってハニカム柄出ないですか。出ないか。あ、どうなんですかね。はい、今出るんじゃないですかね、うん。おー、うまいうまい。群馬は最最近暑くなってきましたが、皆さん体調大丈夫ですか。暑さ対策とかしてますか。
いやあんまりしてないですね。あでも本当今日は夏日、今日はね、今日暑かったみたいね。今日はめちゃめちゃ暑かったね。ルパン新しいやつより今までのやつがいいなって、ごちゃごちゃしすぎだわ。おばさんおじいさんは打たないだろうな。おばさん、まあ、目疲れちゃいますよね、うん、ちょっと疲れすぎ、はい。今日の設定はどうかな、どうかな中志。いやそういうことですよ。はい、愛好じゃなくて霊光でしょ。あごめんなさい、霊光、はいはいはい。チェリキチ今日の罰ゲームはフリーズ様の第一形態から最終形態まで通してモノマネしよう。絶対やらないから、うん、できないからできないできない、うん、つかできない、あちゃんなんて、磯丸水産で毎日のようにバーベキューお、よく知ってますね。もう毎日のようにやってますよ。酒バー T シャツください。もじもじくんもっさんブラックデビル、ブラックデビルじゃないの。いやだってそれあれでしょ、アウトでしょ。なるほどなるほど、ちなみにこのエヴァの台、設定差がある部分ってどこなんですか。あやっぱりボーナス確率と、はい、まあ、あと ART 確率ですね。あ初当たりね、はい。モッサン激アツのバーベキュー大会って行ってお願い。やだ、行ったらあれでしょ。またねえ行ったらね、BBQ、 あ BBQ ね、あ BBQ、はい。V 入賞期で AKB か春日どっちが好きですか。いやだ、ああやったら春日の方が全然僕は好きですけどね。僕 AKB 好きですね。僕も AKB ですかね。ああ、ほんますか。食べ物の話になるとお腹空いてくる。あっちゃん視聴者がどこら辺に住んでるかのアンケート取ってよ。九州と四国とか。ああこれ毎回取ったような気がするな。あそうなんですか。はい。チェリキチ、はい、イカリゲンドウのサングラスのモノマネしてください、はい。サングラスのモノマネ喋れないじゃん、うん。エヴァの当たり数字って何色があるんですか。よく見えないです。当たり数字、あ、7なんですかね。うん、あまあまあ信号機と似た感じですね。え信号機と同じ感じ。あ信号機、なるほどね、信号機、信号ね。あなるほど、はい。今朝並んでデビルサバイバー打ってきました。お二人はプライベートで打ちましたか。いやまだっすね、僕は。僕もまだ打ってないっすね。自分も打ちましたけど。あ、どうでした。いやきついっす。ああ確かにね、うん、気持ちはわかる。なかなか乗る気がしないですね。多分設定入ってたらね、面白そうですけどね。ハッピーターンに大量のわさびはマジで罰ゲームにならんよって、普通に美味しいから。あそんなに言ってんの。春日言ったよね。春。なるほど。なるほど。中志。あるぞ。なるほどね。なるほど、なるほど。すげえな。僕らでさえ気づかないですもん。僕らも気づかない。だからわざわざこうやって帰ってくれてたんだ。そうだそうだ。ありがとうございます。なるほど、ね。技術がすごい高くなってる。うん。うん、あでも書いてありますね。ハッピーターンにわさび挟んだら辛くないってナイトスクープでやってた。知らなかった。本当じゃないですか。じゃあここまで行くと。ガチやね。ガチですね。じゃあちょっと今日終わったらハッピーターンないけど。いやいやいや。あハッピーターンないけどわさびはあるから。わさびある。いやいや、そんなアンハッピーターンです。うまいこと言ってんじゃないよ。このエヴァって赤ちゃんと、赤ちゃんと、赤ちゃんと当たる。あ赤ちゃんと当たる。赤い予告今まで出て外れました。ん？なんか赤タイトルと、タイトルとか。いや僕出てないですね。出てない。あじゃあ結構熱いんですかね。おさん外れたっけ？自分ですか？はい。いや私当たってますね。あ大体当たってる。おーおーおー、はい。あレインボー。何これ？なんだこれ？何？単独ですか？あいや何引いた？いやでもかなり前やぞ。早く引いたんなんか。でもボーナスって書いてありますね。単独抽選じゃない。あ、違うのか。か、ART か。ART か。あー、あー、ART 来ました。これやったら追加からか。はい。すげえ。もっさん、ヤタマンとコーヒーライターを続けていってみよう。それなんか繋がってるやつでしょ。それ、ドエロいやつですよ、これ。コーヒーライター。あー、いや言わない。ねえマクドのナゲットのソース、はい、好きな味ありますか、マスタード以外で。あ僕前も言いましたけど僕何もつけない派で。あ僕バーベキューですね。僕 BBQ ですね。ああなるほど。BBQ ですね。なるほど。はい、前とった住所、住んでるところ。はい、チェリキチはエヴァのキャラは誰が好きですか。あ僕ですか。はい、僕は今。中志が選んでる左下のメガネかけてるキャラ。あ、マリちゃん。あ、これ。そうです。この子も可愛いですね。視聴者の方、自分が一番伊勢崎から遠くにいるだろうっていう方教えてください。伊勢崎？岩手。今日は引き分けかな。いや引き分けはないと思いますよ。みんなはデビルマンとか打ちますか。最近1万1000発出ました。おめでとうございます。すごいな。打ちますデビルマン。いいな。いや最近パチンコ打ってないな。あ、モさんは。打ちましたよ。あ、どうでした。
負けましたいっぱい100系ぐらいいきました。なるほど、モツさん設定って言った、アウト。あ、いった、いったみたいですよ。あ、いった、あ、これいった、はい。お、ゾロ目ですか。あ、なんかゾロ目だとボーナスあーそうとか、あの第2段階行ったりするんですね。あ、なるほど、はい、うん、あのね、最近鼻毛が伸びまくって困ってるの、どうしたらいい。いや、抜いたらいいですよ。え、抜いたら抜いたらいいピッて沖縄の人とかいないのかなと思って。皆さん出身は、うん、僕は大阪ですね。大阪で、僕茨城。茨城、はい、あ、茨城なんだ、はい、僕茨城ですね。へぇ、まさんはね、はい、もう大体決まってますよね。青リンゴ青森ね、はい、もう大体決まって、もうみんな住んでる、うん、はい。中島赤ちゃん欲しい。いやまだ全然いいですね、うん、いや欲しいでしょ。この台のボーナスですが、赤七同色と赤七異色で枚数にどれくらい差がありますか。はい、あーそうですね、まあ1000円の貸し出し枚数ぐらいじゃないですか。あ、なるほど、はい、あ、もちろんちょっと暑そうですね。ね、はい、今日は NG だいぶ厳しいな。フリースなんてまだ置いてありますか。ありますよ。はい、暑いんですかねって言わなかった誰だろう。よけたよけた、あ、誰か言ったっぽい。チェリキチかな。間違えた、横須賀から一番遠い人、オアフと、あ、岡山、ありがとうございます。最近暑くなりましたか。ビール飲むならどこで飲みますか。僕は磯丸ですね。あ、まあ磯丸ですね、僕はね。磯丸ですね。もう佐藤中氏、どっちの人間設定が高い高設定ですか。あ、設定ですか。はい、うん、それはランダム、ランダムですよ。ランダム、熊本、南極、北極、ネットだとワンフとかもありかと思ってしまう。抜いたらいいと思うよってシンジ君風に言ってください。これもチェリキチがね、言ったらいい、うん、言ったらいいよ、抜いたらいいと思うよ結構、結構爽やかにいやでも爽やかじゃないですか、シンジ君、うん、今、キコ横須賀の従業員入り口にいるんですけど入っても構いませんか。やめてください。ダメですよ、はい、岡山です、はい、これ来たんじゃない。お、次回、ちょっといいね。キコの横須賀店の皆さん、はい、こんばんは。今日は圧力さん、あ、こんばんは、ありがとうございます。青森観光物産、あ、はい、アム、あ、来た、アツパム、わあ、ハニカムから、ハニカムからあるんだ。ある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 、すげえ、ハニカムからだ。あるんですね。これはどうなんですか、モスさん、これはどう。多分ね、うん、来ましたよ。来た、当たる。中志が赤ちゃんプレイしたいからまだ赤ちゃんはいりません。中志、ね、上原愛で抜いたことありますか。あ、誰、上原愛、上原愛わー、ないっすね。東京近郊にも、切実に気候な作ってほしい。ああ、来た、おい、おめでとうございます。京都から見てるよ、ありがとうございます。 ありがとうございます。内緒だけど、キコーナルの天井裏に住んでるよ。トイレあるし、カップラーメンあるし、長崎、何言ってんの。長崎、ありがとうございます。あ、もしかしてコラム、うん、この前テレビで鳥取島根より地味な県として岡山が挙げられてた。あー、夜深夜やってたな。チェリキチ、おめえ、はい、濡れた犬の匂いすんな。ボナは49万円さ。そういえば赤城のドラマ始まるよね。緑と言ったらタヌキ、タヌキと言ったらキツネ、キツネと言ったらうどん、うどんと言ったら、それどうせまたあれでしょ。香川とかじゃないですか。香川、なるほどね。お、モツさんも ART 50ゲーム、ね、はい、来ました。はい、モツさん BBQ で一番好きな具材なんですか。好きな具ですか。はい、なんだろう、肉。あ、肉、はい、普通にね、豚肉、牛肉。BBQ ならでも結構豚ですかね。あ、豚肉ね、はい、はい、クラッシュということ、また上乗せですね、ここちょっとね。さあ、こんにちは、ニューヨークから見てるよ。こっちは今お昼の12時過ぎで。本当ですか。 ありがとうございます。チェリキチの家、鍵開いてたから10人ぐらいでお邪魔してます。いやいやいや北海道札幌から見てます。いつもは関西だけど横須賀放送好き。あ、楽しいです。 ありがとうございます。ありがたいですね。チェリキチ、お前潜りだろ、はい、ワシントンの一人はドンピシャだったな。気候なるにも圧力ライターありますか。あ、ありますよ。ありますよ。ありますあります。早く取り来てください。早くね。ありますよ。はい、気候な近くにないから近くに作ってほしいなね。本当ですよね。モツさんアウト、ニューアウト。あ、モツさん BBQ 歌アウト。もうそれもダメなの。あのね、もう逃げ道なかったんですよね、実は、うん、ないね。ひどいね、逃げ道ないなのね。鬼か、ね、ニューヨークのどこら辺にお住まいですかね。あ、ちょっと気になりますね。うん、そうですね。
みんな BBQ アウト、BBQ アウトって、うん、めっちゃ攻められてます、みんな攻めるめっちゃ攻められてます、もうさん、いやでも今日レベルが高い、うん、本当に。あ、ちなみにあの皆さんの中で悪魔って思う人いますかって来てますよ、コメントで。あー、いやそれまたどっちもなんじゃないの。えなんですか、なんすか、知らないよ、もうすね始めたNG 言いたくないからすね始めたね。来週チェリキチが坊主にするって本当ですか。しないしない、なんだそれ。マンハッタンのミッドタウンウエストです。あー、どこそれ、言われても全然伝わらないよね。いや、あそこでしょ、あれ海の綺麗なとこでしょ。え、何何、海、うん、海？あ、もうまた？マジで？マジで？いや大丈夫です、大丈夫です。びっくりした。大丈夫ですよ。はい。うまいな、あちゃん。うん、あちゃんうまいな。もう踊らされてるよ、うん、もう。おさすねないだ。ごねるもさん、もさすねてる。オリンピアのデビサバ2の稼働どうですか？僕は嫌いな台です。あ、デビルサバイバーですか？はい。いや、意外と。いいですよ、今のところ。あ、意外といい感じだと。そうですね、いうことですね。なるほど、デビルサバイバーアウトー。あー、いっちゃったうまいなスロットって結構こう引っ掛けやすいんですかね。そう、機種の名前とかでかけられるとやられちゃいますね。そうですよね。お、来た、またお、上乗せ。はい、お、エヴァクロス。これは本当ゾロ目だと熱いんでね、うん、あのやっぱ暴走モードをちょっとね見せてほしいですね、今日は。あ、見せてほしいです。あ、そうか、暴走か。そうそう、モさん、俺たちはダーバー。モさん、休日何してるんですか。休日家でゴロゴロしてます。気候の愛知に、店舗拡大する予定ないですか。え、何、愛知ですか。あ、出しますよ、そのうち、そのうち、はい。チッチ、オス、オラ、悟空って言って。オス、オラ、悟空。モさん、疑心暗鬼モード突入。岡山は桃とぶどうがあって地味じゃないですよ。ジーパン有名だもん。あ、そうだ、ジーパン有名なんだ、岡山。あ、そうなんですか。ジーパン、そう。あと、道の駅にゼータガンダムありますからね、あっこ。そうなの。ゼータガンダム、高信大ゼータガンダムあるんですよ。めっちゃでかい。めっちゃでかいじゃないですか。僕、この間、あんちゃんと山形行ったんですけど。あ、はい、はい。どこだっけな、どっかの。パーキングエリアで、はい、ウルトラマンもいましたよ。ウルトラマンがいた。え、等身大ですか。等身大みたいなでっかいウルトラマン。あちゃん、土曜日に渋谷に使用で行くんだけど、またライターをもらいたいです。どこなら確実に会えますか。どこならか、蒲田が一番近いかな、渋谷だったらね。そうですね、東京だからね、はい、蒲田店に、近くの蒲田店に行っていただければあると思いますので、ぜひ、多分そこが一番近い、はい、行っていただければと思います。横須賀ですよ横須賀まで呼んじゃうわざわざね。でもね、本当来ていただければモッサンもいますしね、そうですね、中心もいますし、チェリキチもいますからね、はい、まあそうです、うん、会いに来ていただければ嬉しいですよね。はい、もちろん圧力さんが悪魔ですよ、だって私の心を盗んだもん。うまいこと言ってはい、そのまたね、パリオストロみたいなね。T シャツにカエルが貼り付いたアニメといえば何ですか。あれ今なんか CM でやってますよね、うん、ドラマやるんですよね。あ、そうですね。え、うん、そうなん、そうそう、はい、うん、分かります何やったっけ。あ、ほんまにタイトルが出てこない。あ、じゃあモンさん、サブロどっから出てきたどっからサブロが出てきたのよ。ゴン吉。あー、なんかそんなのいる。あ、そういえばいましたね、ぴょ、うん、ぴょん、ぴょんぞデビルサバイは本当は嫌いじゃないです、ごめんね。モッサンの当たり分減らしたっけ。あ、そうですよね。あれ減らしましたよ。減らした、ボーナスじゃないですから。あ、そうだ、そうそう、 ART が ART が、危ない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 、ダメですよ、そういう今の不正じゃないですか、ちょっとよろしくない、よろしくない、そういうの視聴者がいてるんだから、もう黙って減らしたいです。皆さんの休日の私服って何ですか。どんな格好してますか、普段。あ、だいたい運動しやすい感じの、あ、服装、はい、中心はまあラフな格好してますけどね。ラフっていうのはどういう。まあ普通に上にシャツ羽織って適当にパンツ履いて、はい、っていう感じですね。なるほど。え、お前フリーザーやろ。けっそれしか言えないんですよ。希望の槍の限定 T シャツゲットしたという。あ、そんなのあるんだ、いいですね。モッサン、今度こそ信じてくれ、はい、俺たちはだー、あーだー、もう疑心暗鬼。チェリキ普通すぎるぞ、うんうん。今年中に北斗の拳出ますかね。今年中、あ、今年中一応予定では出る予定にはなって。パチンコもスロットも出そうですか。
まあ、予定では両方、はい、出そうな感じ。いや、あれスロットは遅いかもしれないですね。お、うん、びっくりした。お、チャンスゾーンか。あ、赤字ですね。害獣使徒、はい、チェリキチミスターポポやって。あ、お願い。ミスターポポ、嘘つかない、うん、チェリキチ重要ってメーカーどこだっけ。はい、今売ってるスロットキーのメーカーはどこですか。これはね、フィールド的なやつですね。あ、フィールド。あ、フィールド的な。なあ、フィールドじゃないな、あっちか、何やったっけ。肉、肉。ちなみに好きなメーカーとかってあったりしますか。あ、スロットスロットメーカー、好きなメーカー。まあ、やっぱユニバとか、ね、あ、ユニバ、ね、ユニバありますね。モタンは、あ、自分ですか。はい、自分、そうですね、ドコモとかですかね。ドコモ、はい、それ携帯会社だよ。モザーモザースロットメーカー、スロットメーカー。スロット、はい、スロットあんま好きじゃない。はい、今とんでもない、そんなこと言います。絶対嘘だよそれ、本当にもう、完全に罰ゲームをこう回避しようとしてるよね本当に。いや、これ視聴者から狙われるやつ、狙われるやつ、狙われる回避。そういうのやっちゃうと逆に本当おっさん答えてみたいなね、質問がガンガン来るパターン。やられますから。あ、オリンピアね、オリンピア、はい、タイムズスクエア、蒲田は蒸し暑い地下で待たされるのがちょっとな。いやいや、待たされないでしょ。皆さんエアコン効いてるところで働いてると、外に出た時湿度、ん、違う、温度差、温度差辛くないですか。あ、エアコン効いてないんだあまり。エアコンあんま効いてないですね、はい、節約ですよ。あ、節電ね、はい、濃い生きてる。麻雀物語3好きなんですけど、皆さん的に評価はどうですか。いや、好きですよ。まあ、いいと思いますけどね、うん、僕もね、面白いですけどね。イケイケの時すごいですからね、うん、あれも。渋谷なんですが、ちなみに浜松から日帰りなんですよ。浜松から日帰りか。浜松から静岡。あ、静岡。小田原。ああ、まあでも近いっちゃ近いのかな、うん。小田原もね、あのタウンライトでも、はい、あの扇町店でもね、置いてありますんでね。これありますね、はい、圧力ライター。中市スカートでしょ普段。ああ、普段、うん、いや、まあ多分家の中だけどね、うん。もさん、視聴者との BBQ やってよ。あ、そうですね、しましょう。やりたいですね。あ、なんか来た、はい。チェリキチはかゆいから裸が、だからこれやめてって、はい。この前サミーの音楽イベントあったの知ってますか。ニコ生で見たんだけど楽しかったですよ。知らないですね。いや、知らないですね、それ、はい。好きなスローメーカー、これ言ったね。来年横浜の専門学校に行くのですが、冬は寒くないですか。はい、いや、そうでもないですけどね。どうですか。まあ、たまに雪降ったりするぐらいですか。ああ、なるほど。チェリキチ、そのキーの声は仮面ライダーの敵役の声だよ。はい、あのショッカーね。はい、明日のジョーは強楽ですか。パチンコで出る明日のジョーですね。あ、はい、なんですか。はい、あれは強楽から出るんですか。あ、そうです、そうです。何次の明日の城って強楽でしたっけ。あ、違います、ごめんなさい。あ、前は強楽ですよね。そうです、前は強楽ですね、はいはい。今回のは、今回のはあれです、ドコモです。ドコモだそうです。ドコモだそうです。新しい、はい。ウインナーは赤いやつと普通のやつどっち好きですか。ウインナー赤いのと白いの。あ、ウインナーか。あー、たまに赤いの恋しくないですけど、ね、ほんまに。普通のやつがやっぱ一番じゃない。モサマ、自分あれですね、シャウエッセン。シャウエッセン、なるほどね、はい。僕あのチーズ入ったやつ好きですね。あ、いいですね。あれ美味しい。チーズゼルとかね。あれお弁当に入ってるとちょっとテンションが、ね。テンション上がりますね。そうそうそう。昔 NHK でやってたクッキーモンスター出てるやつなんだったっけ。ああ、ササミストリートでしたっけ。あ、なるほど。ササミでしたっけ。セサミな。でもセサミストリートアウト。アウト。いっちゃった。マジで。震える震える。いや、これやべえな。はい。じゃあぜひちょっと。はい、はい。で、気候なの蒲田店は抽選とその後の並びは地下でやってるんですね。ああ、そうですね。蒸し暑いって来てますね、はい、この、うん、暑いんだ。それはねちょっと池田店長にもさん言っておいてくださいよ。扇風機導入してくれとか。ああ、もう買ってくださいよ、ね、もう業務用のやつでいいんで。買ってくださいよってなんか言っといてくださいよ、はい、はい、言っときます。はい、はい、お願いします。はい、チェリキチに来たよ。おー、上の手があって、なんか乗りそうな雰囲気が出てますけど、たくさん来そうな感じだね、はい、何が来るか。
あ、0号機ですね。チェリキちゃん会いに来たよ。あ、ありがとうございます、それでもクーラー病になりやすそうだから気をつけて。そろそろ眠いから激アツ、はよう。うん、でもお酒結構継続してますからね。そうね、そうよ、結構頑張ってるよ、うん、はい。あ、また来た。お、すごい、すげえ、すげえ。はいはいはい、こんなに来るの連続して。あ、なんか赤いよ。はい、ちょっと暑いですね。赤い、アウト。赤くない。赤いなんて言ってない。今大担当もう嬉しさのあまりに赤いよね。ついに言っちゃったね。嬉しさのあまりに出ちゃった、はい、すーげー楽しくってたらもう。あ、なんか夜ってあれなんですかね、なんか暑いんですかね。多分当選のが変わるんじゃないですか。あ、エヴァスラッシュ戦のあるんですね。やっぱリプレイスイカで上乗せですか、これ見てると。あ、そうだね、例えば、沖縄から横浜にいらっしゃるなら冬は暑いというしかあるまい。まあ確かにそうか。そうだね、あの生放送やってる他の店舗さんがオリジナル T シャツとか作ってるんですけど、キコナさんは作るとしたらどんな T シャツ、ね、どんな T シャツ作りますかと。あ、作るとしたら、うん、男梅 T シャツでいいんじゃないですか。あ、男梅 T シャツ、いいですね。もうそうだったらどういうの、酒パワーでいいんじゃないですか。あ、酒パワーね、なるほど。中志アウト。T シャツアウトでございます。あれか、服の下りだからずっと、うん、もうそうっすね。はい、まあ、例えば沖縄から横浜にいらっしゃるなら、あ、いました。あ、いやいな、もうこれ。あ、じゃあこの辺りがこの台もエヴァの A タイプみたいにスイカとチェリーで偶数奇数ありそうですかって、1対1なの激アツですかって来てますけど、何しかボーナスの色で設定推測ができるっての聞きましたけどね。よくありますもんね。あの黄色系は偶数とか、うん、赤系は奇数とか確かあったはずですね。 A タイプエヴァはな、うん、あったな、確かそうですね。小田原ですね、行けたらやってみ、あ、ありがとうございます、はい、ドコモの激アツ柄は何柄ですか。ドコモですか。アイマークじゃないですか。アイマーク、キノコ柄ですね、うん、キノコ柄。チーズウィンナーとかとか、皆さんがお母様に一番ひどく怒られたことって何ですか。あー、なんだろうな、なんだろう。僕はだらしないとこ泥っすかね。だらしない、はい。僕起きないことですかね。あ、ね、なんか起こされても起きないんで。ああ、自分もそんな感じですね。ああ、あとずっと何です、ある食べ物全部食べちゃう。ああ、そこにあると全部食べちゃうんですね。全部、何でも全部食べちゃうね、うん、中志は。まあまあ、でも僕もだらしないところですかね。ああ、やっぱ子供はねそういうところですよね。そうそうそう、怒られる。最近の赤文字って本当に弱くなってね、昔からにしないと戻してほしいよね。あー、弱いっすね。チェリキチ、中心に震えて眠れって言ってみて。え、震えて眠れ、うん、僕が震えて言うんですかね、それともこの言葉を言うんですかね。わかんない。アトロカレーターもらいに行きたいのですが、蒲田と横須賀、はい、イケメンが多い方に行きたいです、はい、どちらですか。横須賀です、横須賀です、横須賀です、自画自賛ですからね、はい、横須賀です、はい。私は赤いのでタコさんウインナーがお弁当に入っている、うん、ああ嬉しい、いいですね。ああ、タコさんウインナー最近食べてないな。意外と美味しいですか。美味しいですよ、美味しい、美味しい、テンション上がります。やっぱそうそう、いや、やっぱチャウエッセン食べたいな。これって3桁上乗せありますか。あります。最高300まであるかな。320いくつまであるんだっけな、確か。いや、そんなもんでしたっけ。そんなもんですね、確か。女の子がやってたらいいなって思う習い事ありますか。習い事か。習い事、料理とかちゃいます。料理、あー、料理、いやー、なんか生け花とか。あー、まあ、生け花、生け花やってたら大体料理もできるだろうみたいな。チェリキチは。僕はバイオリンやってることが付き合ってる。あー、バイオリンね。あー、いいですね。ちょっとなんか上品な感じが、うん、いや、でも多分お金かかるよ。そんな子おらんね。お金はね。まあ、いないっすね、なかなかいないっすね。僕あれですね、マイゲームビタ押し、ビタッビタッって決めれる子がいいですね。何この人みたいな、すごいんだけど目押しみたいな。それはそれで確かに面白いかも。そうそう、だからやっぱスロットの習い事してたらいいですよね。スロットの習い事、もっさん熱いって言った、アウトー。はい、言ってないよ。はい、言ってない、言ってない、言ってますよ。そうですか、はい、そうですか。チェリー見たからもう寝よ。え、モッサンアウト。初見、あ、いらっしゃい。カオル君とシンジ君は何の楽器弾いてたかな。何でしたっけ。三味線。三味線。渋っ。三味線。琴とかすか。え、三味線と琴ですかね。そうですね、うん、
もう和ですよ。そう、津軽三味線とかね。あ、そっか、青森ね。そう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 、うん、吉田兄弟とかね、有名なの。あ、有名有名。今とこなんか特化ゾーンとかって入ってるんですか、うん、そういえばエヴァンゲリオンって。うん、だいたいいつも入ってますよ、うん。牽引でレッドブル導入は可能ですか。ああ、可能ですよ、うん。いや、レッドブル、ありますあります、ね、あります。あるんですか。ありますよ。置いてある。ありますあります、はい。カオル君と新宿、あ、これだ。チェリキチは顔かな、親を悲しませるな。いや、それは本当に傷ついちゃうやつだからやめて。ピザを注文する時の定番ってありますか。あんま注文することないですね。中志は。いや、僕はもう頼みたいだけ頼みますね。あー、わかる。その我慢はしないです。なるほど。味とかは。いや、味はその時々で変わりますけどね。なんかありますか。僕はあの耳厚くしてもらいますよ、あのパンピザとか。あ、僕逆ですね。絶対、絶対薄くしてもらいます、ね。ガロの歴代シリーズを教えてください。ガロ、因果消滅から。じゃあ1人1個ずついきましょうか。はいはい、どうぞ。じゃあ因果消滅。はい、因果消滅。はい、レッドレクイエム。はい、アウトー。早い早い。あ、なるほどね。今日はピンポイントに色 ね、はい、だいぶピンポイントで言ってくれるね、今日中志。そうですね。はい、もうガロシリーズなんで牙とかもありましたからね。そうそうそう、金色でもいいしね。そう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 。レッドレクイエム一発で、うん、すごいな。早いっすね、うん。やっぱ持ってるね、うん、プレミアモード、はい。今怒られたらで思い出しました。もう 何々から出て行きなさいって出て行って焦ったことあったな。あーあー、ね、お子さんがって感じ、うん。夏といえば何ですか。そうめん、サザン。あーあ、花火。あ、花火ね。花火とかいいですね。初見です。中志、まだウェイパー使ってますか。いや、もちろん使ってます。まだ新しいストックが1個家にありますよ。スイカには何かけて食べますか。スイカ、うん、いや、もう何もかけないですけどね。塩とか。あ、 塩、ね、あ、塩いいですね、うん。赤の上に金やレインボーあるから赤は格下げなんだよな。そうですね、金ができちゃったんでね、うん。スイカの糖度で、甘いって言ったら11、13度、どっち。あ、どっちなんですかね、11と13。糖度、まあ高い方がええんちゃいます。でもまあそうですね、うん。この台の、ロボみたいな機体はピアノ線でゆらゆら揺れてる、るやつで合ってますか。それ違うよ。それじゃあロボットはロボットだけどね。あれストレインだから。ストレインですね。三味線とことでセッションしたのかな。あのさっきのね、カオルとシンジね。これスイカに強弱あるんですか。一応ありますね。 あるんですか。はい、ありますよ。 どっちだと強スイカですか。一応右下がりの場合は、はい、強ですね。はい、でその他が一応、はい、あの弱と。あ、なるほど。これ弱、これ弱。あ、これ弱、はい、はいはい。皆さんは幼い頃かかった病気とかありますか。ん、幼い頃かかった病気。かかった病気か、風邪ぐらいですね。風邪、うん、病気、病気の話したかな。おたふくとか。あ、まあそうそう、水疱瘡とか。そう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 、よく、まあ車にはよく聞かれましたけど。はい、え、いや、わけがわからない。ただのデインジャーですよ、それは。パソコンはよくあるけど、スローとかパチ台が熱暴走することってあるんですか。熱暴走とかします。あの熱くなってとか。まあ一応中にもその熱を逃がす機械じゃないですけど、はい、ついてるんですか。あ、なんかこう簡易的なものですけどね。パチンコもついてます。あ、ついてますよ、全部。大体全部ついてますよ、扇風機みたいな。ファンがね、あのパソコンにも入ってるやつ。はい、はい。音楽記号フォルテの逆は何ですか。わかんない、僕。ん、何の逆。フォルテの逆です。じゃない、ピアニッシモとかですか。ああ、なるほどね。そうわかんないですけど、レッドプルで レと言ってたよ。あ、なるほど。好きなピアノの名曲ありますか。いや、もうその曲名が分かるほどおしゃれな人間だよ。もう分かんないですね。ダダムのピアノ線はまだ切れてないですか。まだありますか、ダダム。あれ、もう切れたかな。切れた。ダダムのピアノ線は、うん、多分切れたと思います。マジですか。だって誰も打たないんだもん。あ、誰も打ってくれない。ダダムは今日一衝撃ですね、僕の中で今。、うん、あの、気づかれないうちにピアノ線はね、切れてたんですね、うん。なるほどね。もうね、その問い合わせ一切、今日までずっとの方ですからね。かき氷シロップ一番好きなの何ですか。しぐれ。
しぐれ渋いっすね。しぐれってあんまないっすよね。あれ透明のやつあれであっただっけ。あってます、はい、あるね。モサンは自分ハワイ。ハワイ、ハワイ、はい、なんですかそれ。あれ青いハワイみたいな。あブルーハワイ。ブルーハワイですね、はいはい、何が好き。僕もでもまあでもイチゴとか。あーイチゴ、ね、うん、僕メロン、メロンいいですね。あーいいですね。水暴走、水暴走、なるほど水暴走アウト。誰。あなるほどね。これね僕です言ったの。何ジェリッチが言ってどうすんだよ。これ僕です言ったの。お前見えてんちゃうんけ。いや僕ないんでね。うんまあね。あと俺の小さい頃の病気って言われたら確かに出てくるね。そうそう、うん、バーベキューソースとマスタードソースはどっちが好きですか。僕バーベキューですよ。いやー僕もですね。バーベキューの方がうまいっすもん。からしっすね。からしね、マスタードね、はい、うん、眠たいから坂本風味で抜いて寝ます。いやーいいですよあれ。渋い、ね、かき氷には何かけます。これ言うのも、シンパさん NG ワード言ったのに結構するしで、そうだコメント読んでね、これ NG 拾ってってね、これ、ね、これそうそうそう難しいですよ。難しいんだよ。ちょうど作業でやってるからね。そう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 、2人でやってるんですから、そこはうまいことやらないと、うん、なんかシンジ君出てきたで。おお初号機ボーナス。あらベル熱い感じ。シグレって何ですか。あの白いやつですよね。そう透明の甘いがちょっと甘いやつですね、うん、ダイハードの主演は誰ですか。ダイハードの主演いきなりぶっこいますねこれ、うん、誰でしたっけ。ダイハード、ダイハードなんとかシュワルツネッカシュワルツネッカアーノルド・シュワルツネッカ。そうそうそう、それターミネーターですね、うん、おー当たった。はいおめでとうございます。これで ART ですね。そうですね。あこれあれなんですね、 ART 入るとエヴァクラッシュついてくるんですか。これ1個、1個は確かついてきたはずですね。左に書いてありますもんね。そうですね、うん、あーこれで入るんですね。あこれで誰が言ってんだろうな、わかんねえな。ダダム亡くなったのか、俺の人生終わったわ。そんなに、そんなそんなだったらもっと打ってください。シグレって言うとつくだに思い出す。みぞれじゃないの。あ、みぞれか、うん、あ、みぞれか。あ、そうだそれだ、みぞれだ。あ、みぞれだ。騙された。あ、待って、ね、騙しか言ってたんだ。じゃあこれはちょっとね、僕は聞きそびれたんでね、ちょっと流しましょう。この台スイカに来るぞからあるらしいですよ。チェリーはどうせ罰ゲームなんだから勝手に言うな。熱ボソと言ったのもチェリーっすね。言い訳しないお仕事でしょ。みぞれちゃうのみぞれじゃない。ゲンドウと冬月どっちのキャラが好きですか。わあ、それはやっぱあの第一種ゲンドウ。ゲンドウ、ゲンドウ。僕もパパスの方が好きですね。はい、あーアーナルのシュワルツネッカーですか。難しいね、なんだこれ。アーナルのシュワルツネッカー無理やり。うん、モッサン、景品にアニメのブルーレイとか置いてありますか。あー、ないなー。ないっすね。あなんか昔は結構 CD とか、ね、置いてあるってありましたね。なんか DVD とかあったイメージがあるんですけど、最近ってどうなんですか。もう需要がないですから、ね、そうですね、なかなか、うん、まあレンタル行っちゃう。そう、レンタルネットでも安いんでね、今も。しかも今、配達でね、家に届いちゃうからね、レンタルが。楽ですよね。なんで、そうですね、わざわざ外で買うっていうことないですよね。うん、冬と夏どっちが好きですか。どっちもあんまりですね。あ、中島は僕は冬の方が好きですね。なるほど、冬の方が好きと。そうですね、中島、アウト。2V1 ですね。 2V1 すら外すか、果敢に攻めてみたもん。 2V1 になっちゃうとこうなっちゃいますよね。じゃあ行きましょうか。何モさん、俺は信じてると。信じてなくていい。行きます。やだやだ、やだ、いやだ、いやだっつってね。俺たちはいやだ。なんすか、俺たちはいやだ。完全に回避に入ってるよ。完全回避に入ってるよ。もうね、それは男は辛いよですよ。うん、もうね、今日はね、モスさんがね、言うこと聞かないよ。今日忘れてますよこれ。俺たちは嫌だ。皆さん初めて買ったレコードまたは CD は何ですか。今週皆さんにお聞きしてます。あ、あれ、ポケットモンスターの初代オープニング。あ、ポケットモンスターのオープニング。モスさん何ですか。ガッツァーゼ。あ、ガッツァーゼ、ウルフ。ガッツァーゼ、そうそうそう、はい、何ですか。僕初めて買ったの何だろう、宇多田ヒカルとかだった気がしますね。あ、いいですね。
モツさん、スイカの目押しができないんだけどどうすればいいですか。店員さんにお願いして。いやいやいや、何がいない、押しきれない。さすがにきついっすね。モツさん、最近景品でアイスってありますか。あ、ありますよ。アイスありますよ。景品ですか。あ、はい、もう今ない。あ、今ない、うん、夏に出る予定はありますか。いやー、ちょっと聞いてみます。はい。でもあれも結構ね、売れ残りが多いからね、うん、あー、そうですね、残っちゃうとなかなかね。で、自販機の売り上げも落ちちゃうからさ。なるほどね。自販機にアイスあるんでね、うん、あ、そっか、うん、アイスの自動販売機があるから。あるんで、まあ、で、だからそこはやっぱりハーゲンダッツで、あの、差別化を図ってですね。そうですね、美味しいアイスをね。あ、なるほど。そうそう、うん、味わってもらう。そうそう、好きな犬の種類は何ですか。自分猫派なんで。あー、モツさん猫派だ、はい、そうだ。僕トイプーですね。あー、トイプードル。チワワですかね。あ、チワワ、ええ、うん、僕ミニチュアダックスフンドです、ね、あ、かわいい。34のスロット、サイバーブルー設置してますか。好きなんですけど。あ、はい。サイバーブルーありますよね。ありますね、1台。あ、ある。何スローにあるんですか。8ですね。あ、8スロー、遊びやすいですよ。うん。ケインで人気なものって何ですか。人気なもの、人気なもの、うん、あれですね、柿の種とか。ああ、でも言うてれば味好みとか、ね、あの、ちょっとあのおつまみ系結構出たりしますね。中市のお店はどうですか。あ、でもやっぱジュースとかが一番。あ、ジュース、飲み物 ね、はい。中市さん頑張ってね。ダンバインとコンバトラー V どっちの機種が好きですか。あ、ちょっと自分はどっちも打ったことないですね。僕ダンバインがないんでね、うん、どっちもアニメは知ってるんですけどね、うん、ダンバイン面白いですよ。あ、ダンバイン面白 面白い。オーラパワーですよね。今オーラパワーね。今 B キャラ投票してきました。社員さんも投票していいんですか。あ、全然大丈夫ですよ。お願いします。全然毎日してください。本当にお願いします。一応なんか投票すると素敵な商品が抽選で当たるみたいな。そうあれですね、あれね、うん、ね、だすごいの当たるみたいですよ。あ、もう皆さんぜひね、あの、1日1回できますんでね、はい、もうね、投票するだけチャンスが広がりますからね。そうですね、はい、1日1回なんで、1ヶ月だったらもう30回以上。そうそうそう、30回でいけるんでね、うん、応募が。モスさん、NG 言わないんで、そこは男気見せてくださいよ、はい、あ、男気ね、なんで、うん、店長さんでしょ、お仕事しましょ。今してるでしょ。マジなダメ出したでしょ。キコーナのマスコットの名前何ですか。え、これ言わないわけにはいかないですよね。今 P キャラグランプリにね、出てる。言わないわけにはいかない。チェリキチだよ。え、違う、全然違う。僕クビになっちゃう、そんなこと言ったら。危ない危ない。ね、これはもうね、中志がね、まあ、そうそう、ズバッとね、うん、やっぱり言ってくんないと。やっぱ店長がね、中志、うん、バトラー君ですよ、バトラー。あ、バトラー、バトラー君。モツさん、モツさん、ほらほら、モツさん、何、え、チェリキチだって言わないですか。ほらほら、言わないよ。はい、ということで中島アウト。これはね、あの、男気アウトですよ。いやいや、やっぱ男気アウト、男気アウトです。もういいですよ、皆さん、あの、モツさんにだけ質問してくれればね、これからは全部モツさんに振ってくれればいいです。こういうの、こういうのやっちゃうと本当止まんなくなりますよ、モツさん。モツさん本当に止まんなくなるんで、全部回避してやる。名称バトラーというのは知ってますか。ちょっと欲しいですね。皆さん、 JR の IC カードはスイカですか、イコカですか。あー、どっちやったら、僕持ってないっすね。え、パスモ、僕パスモ、あー、パスモね、はい。あの、JR の方ペンギンの絵描いてんの何でしたっけ。あ、ペンギンの方はあれですね、スイカっすね。はい、スイカ、はい、スイカっすか。スイカ、スイカ、アウト、アウト。スイカ、スイカとスイカね。あー、そういうこと。そうそうそう、もう開き直ってる、開き直ってる。いや、それはうまいわ。でもでもうまいっすね、これね。で、イコカとか懐かしいな。僕知らないっすね、イコカとか。関西、関西の方やね。あー、うん、へぇ。皆さん、あと好きなアイスありますかとか聞きますけどね。好きなの、味ってこと。アイスってさ、いろいろありますからね。いや、チョコミント。あ、チョコミント、はい、え、何のアイスのチョコミントですか。え、なんだって。何のアイスのチョコミント。だから、チョコミントだって。やべえ、やべえよ、これ怒られちゃうよ、これ。これ深入りできないパターンだ、これ。サーティーワンとか。あ、サーティーワン、
中瀬は何かありますか。あのコンビニで売ってるサクレってわかります。あーいいっす。あの上に身が入ってるやつなんですよ。ちゃうちゃうちゃう。上にあのレモンの輪切りが乗ってる。あー結構デカめのやつですよね。そう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 。 あれうまいっすよ。ちょっとアイスになるかわかんないですけど、氷系が好きなんだね、うん、さっきのみぞれといい、ね、氷系っすね、うん、中瀬ブルーバードってどこにいるのかな。いるかな。ブルーバード。え、いやみんなの心の中に私が子供の頃高級アイスといえば、はい、レディーボーデンだったな。あーあーそういうんじゃない。今安いんすか。安くはないんじゃないかな。安い。高くないんすか。でも今いろんなアイス出てるから。そうね、うん、え、もっさん、もっさんピアノって言ってください。なんでいや、あのもっさんのピアノって言ってくださいって言ってますね。ピノえ、リンダリンダ歌ってるのって誰だっけ、もっさん。あれほら来たよ、質問攻め。シュワルツネッカ理想のデートコースは、もっさん。え、理想のデートコース。デートコース、うん、あー遊園地行ってみたいな。あ、遊園地 ね、 遊園地ね。皆さん家飲みする時の好きなおつまみは何ですか。おすすめありますか。飲む時、はい、ピスタチオ。あー、 あーいいですね。もっさん何かありますか。え、トバ。あー鮭ね、はい、はい、あれも美味しい。前ヤクルト2000円分交換したらびっくりしたと。でかい。あ、でかい。でかいよ。押すよ。おー、来ました。おめでとうございます。オーラ、オーラ力だから。オーラ力なんだ。うん、オーラ、あー、オーラ力。ハイパーオーラ切りとかね。はい、これ？これ何？これなんか。それもなんか押すときあるんですよ。あ、そうなの。そうそう。モッサン、これで最後にしますから、お願いします。俺たちは？え、やだやだやだアウトあーそっちだなこれは最高だこれはレベルが高いですよ。これはね、超気持ちいい。いや、これはすごいね超気持ちいい。これはいいよ。いこれで帳消したからはい。あ、これでいいかね。これでいいか。これたちはやだ今日のレベルは高いな。いやいや気持ちいい、超気持ちいい、ね、はい、 いやだがね、NG ワードですからね。なるほど ね、 はいね。 P キャラはいつまでですかってことで投票期間ですね。7月の20日ですね。はい、1ヶ月もう約1ヶ月まだありますね。はい、もっさん、神奈川って言ってみて。なんでいや、まあ理由はないんじゃないかな。この番組を壊そうとしてる。壊そうとしてるね、予告来たよ。あ、次回予告、はい。俺当たったんじゃん。はい、あ、もう赤文字ですね。モッサン、私を信じて、俺たちは？俺たちは、せこい男は小さい。今日モッサンがいやいや、後に、木に入ってるので、中氏が負けてる。モッサン、夏にお店に…あ、出たよ、カオルくんが。おお、え、カオルくんってことはスーパービッグっすか、まさか。可能性があるな。ま、うん。スーパービッグだと、2ポイント。あ、マジで。あ、なるほどね。今日、あ、違った。もっさん、夏にお店に行きたいと思ってるんですが、はい、気候の横須賀店ってどこら辺にあるんですか。あれ、いや、ピーワールド見たらなんてさ、教えてあげないの。もうこれ、ね、相当な、もう妨害ですよ、妨害じゃあ本当にお客さん来たいと思ってるのにね、ちゃんと教えてあげてくださいよ、はい、本当に。いや、待ってますよ。え、待っててくれると。あ、もう自力で来てくださいと、はい、うん、いつまでも待ってるから、はい。もっさん、猫踏んじゃったら弾ける。いや、弾けますよ。戦隊もので好きな色は。え、何ですか。戦隊もの。戦隊もの。戦隊ものですか、うん、いやー、大体好きですよ。大体好き、はい。好きなかき氷の味は。わー、あれ大体好きですよやべ、これ大体好きしか言われんじゃねこれからもう、マジチョコミントアイス無理だわ、ガム食べてるみたいな。あー、わかる、わかる、それはわかる。あ、なんかしちょっとあれですね。皆さんはアイスのスイカバーとメロンバーならどっち派ですか。あー、僕はもちろんスイカバーですね、うん。あー、自分雪見大福ですいや、関係ねえよこれ関係ないよ、素晴らしいほどに。うん、コンちゃん、バトラ君なんて呼んでたっけ、面白かったけど思い出せない。ああ、戦川君、戦川君、戦川君、アウトもうね、もうね、はい、あっちゃんはね、モッサンを仕留めに来てますから、ね、確実にあのモッサン仕留めに来てますからね。あのね、モッサン、アイスはチョコとバニラどっち派ですか。え、ミント、ミント、ミント、今のところプラスですか。台はどうですか。
結構頑張ってんじゃないですか。僕はダメですね。ダメ。はい。いやもう溢れてますよ。あ溢れてる、はい。1000枚ぐらいは出てますか。いや400枚ぐらい。あ400枚ぐらい。はい。お、なんすかこれ50ゲームスタートってことですね。初期ゲームです。こっからクラッシュで、ああで入ってくるどんだけいけるかっていう ねうまい具合に作ってますね、うん、誘発させてるんですもんね、うん、多分これストック1個みたいな感じで、そうですね、中志俺たちはバリでーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。誘導尋問のスペシャリスト、あの実はなかったですからね。なんなの。はい、誘導尋問のスペシャリストでもいるのかな。裏の裏を読まれたね。そうですね、皆さん誕生日いつですか。10月です。10月、はい、10月。中志は僕2月の22ですね、はいはい、あ、22、あ、そうでしたね、2のゾロ目です、ね、2のゾロ目、はい、は僕あの天国ゾーンですよ、1、2パー。あ、1、2パー僕1、2パー。1月28はい、はい、16ゲームですね、はい。ちょっとしょぼいですね。少ないですね。チェリー、マキお休みって言って。マキお休み。え、何これ、どういうこと。もつさん、ちゃんとご両親のお誕生日にプレゼントしてますか。あ、してますよ。カップのチョコミントが美味しい。あ、いいですね。社長に言いつけてやる、もつさんだっけな。もやし炒めとレバネニラ炒め、どっちが好きですか。あれば。あれば。はい、あれば。いや、割と答えてると思うよ。うん、中志は、まあ、もやしっすかね。もやし。果物で最高級といえば。果物。なんすか、何高いんですかね、うん、まあもう本当イメージで、何だと、何ですか。イメージ ブドウっすか。あー、ブドウ。僕、マンゴーとか、あーなんか高級なイメージはありますけど、なんかありますか、イメージ。値段だけやったらドリアとか。あー、ドリア、ドリア。結構、サクランボとか。あ、サクランボね、そうですね、確かに高級。キャメロンディアスいいよね。木下です、モッサン君、来週に本社に来てくれるかな。はい、モッサン、今の気持ちを色で表現してください。色黒ブラックブラック。モッサン、好きなプロ野球チームはどこですか。みんな好き。みんな来たよ、来たよ、皆さん来たよ。もう大体好きか、みんな好きしか言わねえよ、これもう。あ、名前来た。CZ ですかね、チャンスゾーンですね。はい、だよ。まあ、ほぼ全役で抽選でしたっけ、うん、リプレイ以外でしたっけ、そうですね。あ、カズレ以外か、うん、いや、リプレイ、とか子役が揃えば大体攻撃するイメージだったかな、さっき。今ネットで調べたサクレ、めちゃくちゃ酸っぱそうじゃないですか。いやこれ ね、酸っぱくないですよね。甘いんだ。シャーベットが結構甘めなんで。あ、なるほどね。だちょっとそれで甘くなってきたら、はい、その輪切りのレモンをちょっとしゃぶると。あ、なるほどね。ちなみに中瀬あれですか、あの輪切りは捨てちゃうやつですか、最後、それとも食い。あ、最後はね、食い切っちゃう派ですね。やっぱ食い切っちゃう派ですね。あーだね。モッサン、誕生日の歌をお願いします。ハッピーバースデートゥーユー。そろそろ終わり近づいてるので、こんなに面白い配信をやっているのはどこの店舗ですか、モッサン。え、ここですか、はい、どこの店舗ですか。いや、知ってるでしょ。え知ってるでしょ。いや、タイトル初見の方もいるかもしれない。いや、タイトル載ってるでしょ。はい、ART 行きましたね、はい、ありがとうございます、はい。関西気候なと関東気候な、決定的な違いはどこだと思いますか。はい、どうですかね、まあ、決定的な違い、まあ、まあ、まずあれじゃないですか、喋り方じゃないですか。あ、関西弁。そうですね、うん、ノリとか。あ、ノリ、ノリ、まあ、違うでしょうね、それ、うん。あと何かありますか。あと、罰ゲームの仕方。あ、そういうのもやっぱ違いますかね、うんうん。今日北斗の先生初めて打ちました、あれ面白いですね、面白い面白い。あ、初めてだったんですね、うん。モッサン、はい、セントラルドグマ熱いよ。あ、さっき言った、さっき言いましたね。言いましたね。あ、ね、あれ熱いんですね。あちゃん、ハグしてもらうためにはあちゃんポイントいくつですか。いやいや、100ポイントくらい必要ですよ。結構いりますね。北海道の夕張メロン美味しいよね。あ、いいっすね。夕張メロンはやっぱ高級感。ソフトクリームとかもありますからね。うん、ね。でもそんな高くないですよ。え、はい、え、夕張メロンですよね。夕張メロンが何ですか。はい、あれそんなに安くないです。あ、そんな安くないですね。モッサン、アウト。あのね、ありがとうございます。メロン、メロン、なんだよ。メロン、アウト。なんだよ。はい、なんだよ。気候なんて関東だけですか。そうですよ。危ない危ない危ない。おかしいから。危ない危ない。レインじゃレインじゃ。全然関西の方にもありますから。おかしいな話ですよ。関西からスタートしてるぐらいですから。もはや関西の方が主流。危ない危ない。そうでしたっけ。モッサン、神奈川県は何市が好きですか。ああ、
いや、それはね、もちろん。いや、ここですよ。え、ここは？ここは？いや、だから、書いてるでしょ。いや、だから、書いてるし。書いてありましたっけ、書いてありましたっけ、これ。書いてます。え、大人のミッドナイトしか書いてない。いや、書いてる。え書いてありましたっけ、うん、書いてる、知ってる。ねえ。あ、うん、もうそろそろ放送終わりますね。今来ました、アグネス。あ、こんばんです。どうも、こんばんは。もさん、好きな寿司ネタは何ですか？あ、そうですね、縁側。あ、縁側、縁側、美味しい。字が小さくて見えない。ああ、なるほど。もうちょっと稲川淳二入れますかって聞きますけど、ね、ああ、いや、いつのですか？なんですかね、スペック書いてないんで。ねえ、まあでも、甘酢とかまだまだね、人気ありますからね、うん、はい。サクレレモンうまいけど桃は微妙だった、うん、桃なんてあんだこれ。あんの、知らなかった。ちょっと食ってみたい。これは食わざるええへんやつやね。もっさん、季節では何が好きですか？いや、季節は秋ですね。秋、秋、はい。審判さん、俺たちは、僕たち、あ、僕たち僕たち言ってもいいんで全然大丈夫ですよ、はい。もっさんの対応は塩対応を超えてる気がする。今どれくらい枚数出てますか？今、420ですね。はい、高橋は？いや、もう僕はダメですね、はい、残ってないぐらいになってます、はい。100ポイント高くないですか？アイスクリームで好きなのはありますか？さっきから言ってますね、チョコミントですね、はい。アイスとスーパーカップが好き。バニャ美味しいね。あ、いいですね。中州はいずれは関西気候内に転勤になって地元に住みたいと思ってますか？いや、もうこっちも住み慣れたんでね、はい、別にどっちがいいとかはないですよ、はい。うん。皆さんはメンバーのこと大好きですか？僕大好きですよ。あ、大好き。もさんはメンバー？メンバーじゃない。メンバー、メンバー、メンバー。放送に出てるメンバー。ああ、大体好きですよ。ああ、大体好き。ああ、大体好き。中島は。なるほど。ちょっと言いづらいですね。ああ、ちょっと言いづらい。ちょっと言いづらい。なるほど。ということでね、モッサン、ね、まあ、アウト。またかよ。ね、もうこれね、あのね、狙ってるでしょ。あの1回の塩対応でここまで行ってしまうかなっていう。そうですね、もう完全に。なかなかにやられてますよ。そうですよ。すごいな。ね、もっさんにラブレターを送りたいっていう視聴者の方からコメントが来てて。あ、本当ですか？もういい、嬉しいですか？いいですよ、もう会いましょう、ね、じゃあ、うん、で、なんでお店の住所教えてって聞きますよ。お店の住所、日の出町です。あ、日の出町、そうですね。あ、まあ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 、一概に間違ってはないと、はい。でもさ、今のキャラは誰が好きですかって聞きますよ。わ、あれですね、あのオペレーターの子。ああ、名前が出てる。あ、伊吹まや。中氏はホモですか？あ、どっちもいけるタイプですね。 あっさり、あっさり。いや、そんな器のちっちゃいことは言わないですよ。あ、そうですね。なるほど。中氏はお椀の船に乗れますか？お椀の船、まあちょっと昔は乗れたんですけど。昔一寸法師やってたんですかね。、うん。中氏、パチカンの近くにある海風公園って何かあるんですか？あ、ちょっとまだ自分行ったことないんですよね。行ったことないんですか？でも結構なんか賑わってまあいますよ。あ、人はね、賑わってます、賑わってます。モッサンは行ったりするんですか？あ、今来ますよ。お、何やるんですか、行って。なんか散歩したりとか。あ、散歩ね、うん、結構いいですからね。あのスケボーやるとことかもある、ね、あるんだ。釣りもできます、すごい。バスケとかもできるんですよ。そうそうそう、結構たまに大会やってますよね、はい。なんですごい、皆さんも全然ね、一回行ってみたらいいと思いますよ、本当に。いや、結構上手い人多いですからね、はい。見てて面白いですよ。結構すごいですよ、うん。釣りもできるんじゃないですか？しかも、あ、できます、できます。明日エヴァ打って勝てるでしょうか？うん、勝てます。あ、ね、本当ですか？大丈夫ですか？いや、わかんないけど、ね、覚醒すればいいんですよ、覚醒。そうそうそう、暴走か覚醒してくれれば。そうそうそう、聞きたい、聞きたい、はい。みんな横須賀の公園で誕生日にバニラアイスを食べていますが、何かあるんでしょうか、モッサン。え、知らないです。え、何もない。誕生日にですか？はい。いや、知らない、知らない、はい。誕生日アウト。あー、しまったー。油断した。あー、そうだー。そろそろ、ね、嫌な予感したんだ。うん、そろそろモッサン口閉ざしますよ、これ本当に。女性の下着好みの色は何色でしょうか？あー、これ白ですね。あ、白。中白はこれ分かれますよね。黒ですね。あ、黒アウト。黒、黒アウトでございます。ここだけは譲れなかった。あ、譲れなかった。ここだけは譲れない思いが、やっぱね、まあ男の美学みたいなもんですからね。まあ、ありますからね。お、また来た、ギリギリで。はい、まあ、こんなんばっかだな。お、まだ大丈夫。なかなかゾロ目いかないっすね。3桁欲しいっすね。中氏抱いて。あ、お、ちょっとちなみにプロフィールをちょっとプロフィールを知りたい。もさん、8月誕生日だから歌ってください。誕生日おめでとう。すごいな、こんなの
ポン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  なんかなるんですね。そうですね、キコーナー皆さん仲いいんですか。大体仲いいですよ。はい、もう終わり時間ですか。そうですね、あと5分です ね。モッさん今日誕生日です。歌歌ってください。よろしくお願いします。いっぱい来ますね誕生日。もういっぱい歌った、はい、モッさん今イーブンだよ。あ、そう、じゃあ、はい、明日から黒の下着つけます俺。俺お。じゃあぜひ明日店で、はい、店にね遊びに来てください。店に来るの、はい、チェリキちゃんボクブリ派。ボクブリ派、ボクサーブリーフ、うん、あ、そうそう、僕ボクサーパンツだ、ね、はい、はい、激アツ入りましたか。結構入ってますよ、はい、ちなみに童貞の場合は MC が罰ゲームだからよくわからない。下着ゾーンって上乗せ特化ゾーン作れないかな。危ないんじゃね。うん、多分危ないね。今日見てて中志めっちゃ好きになったわ。おはようございます。さすが中志、ファンがついた。やっぱ持ってきますね。、うん、これ赤文字だけど。お、なんか今中志の台も赤文字でしたよ。そうですね、うん、お、熱い熱い熱い。お、ART の ART ですかね。うん、いや、チェリー一応熱い子役は引いてるから、はい、もうどっちか分かんないですね。うん、モッサンは鉛が北の方だけど、中市は関西っぽいよね。出身どこですか。出身は大阪ですね。はい、やっぱりノーパンですね。AKB メンバーで好きな人いますか。AKB ですか。はい、僕いますよ。北原理恵さんです。あ、これあもうリーチ名ですね、はい、リーチ名やな。もらってもらった。いますかモさん AKB で。いや、ほとんど顔と名前が一致しない。あー、わからないね。はい、あ、中地これでマイナス1ポイント。よーし、カオル、カオル君、カオル君。あ、これピアノモードとかですか。どうなんだろう。確かカオル君にあったらピアノモードとか。ピアノゾーン来た。そうだ、あ、ボーナス来たよ。これもしかして、あ、ちょっとカメラに消えちゃったな。うん、ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと一画面にしていいですか。え、これスーパーじゃないですか。どうなんだろう。カオルくんすからね。どうなんですかね。ええ、ちょっとモッサン、じゃあこのモッサンのボーナスが、はいはい、スーパービッグだったら、はい、マイナス2ポイントになるんで。あ、じゃあモッサンに当ててもらえばいいんじゃないですか。どっちかみたいな。当てたら2ポイントみたいな。じゃあもうスーパーだったら2ポイントなの。あ、もうスーパーだったら2ポイント。はい、そう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 。あ、そうなんですか。そうそうそう。あ、そうそう、ごめんなさい、ルール分かってなかったみたいな。あ、なるほど。なんで切れたか分かんない。あ、踏んじゃいました。あれ、青だ。青だよ。青。あれ、これ青。青同色ですよ。青ですよ。青同色？まさか。はい、ということでこれスーパービッグですね。おめでとうございます。あー、やりましたね。ここに来てスーパービッグを引くとは。さあ。はい。はい。やりますね。ということでモッサンマイナス2ポイント。ほら来たー。やばいやばいやばい、中志やばい、やばいよ、中志やばいよ。予告音すら入らないよ。はい、よし、もう終わろう。この前の日曜日、京都北部、はい、と、福井の店長峰山に集合してたよ。へー、毎月やってますからね。うん、私も中志が一番好きかな。最初あっちゃんだったんだけど、あまりの塩対応ぶりに嫌気がさして。塩対応してないよ。熱い、その上だろう。私も中志推し、ピアノゾーン来た。やっぱり2時は暑い時間。はい、カオル綺麗な目。やっぱりカオル君は激アツだね。灼熱ですね。エヴァスローは、真実が一番楽しかった。あ、僕も真実が一番好きでしたね。うん、中島当たったんじゃないの。当たったから1ポイント引きましたよ。スロットのコツはありますか。なんかスロットのコツ、はい、まあ、いかに楽しみ。いや、予想関係ないか。よそ見しながら打つことですね。うん、あ、なんかこうよそ見してるときにガコっていったりとかね。はい、エヴァスロは真実が一番面白かったな。うん、カオル君大好き。最後の最後にわらわら。やっぱり2時、午前2時のキコーナー。なかなかやりますね。やっぱりカオル君かっこいいね。私も皆さんのこと大好きだよ。うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、モッさんお疲れ。この放送でリスナーみんな好きになった？うん、なりました。はい。あともう少しであっちゃんに罰ゲームさせるところだった。閉店前のジャグラーしか、はい、もうスロしない。コマドナちゃんピース。あ、ピース。はい、今日の罰ゲームはバニラエッセンス一気飲みです。やべえよ。意外ですよ。意外とどころじゃないよ。あの、デインジャーで確実に。
どこ行った？どこ行っちゃった？何？さっきね、後ろに虫がいたんですよ。あ、そうなんですか。あ、カナブンみたいなやつですね。そう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 。もう夏だなみたいな。食べといて。食べない食べない。カナブンを食べるんですか？じゃあモツさん、みんな大好きって思いっきり叫んでください。それまた中ハメられるんじゃない？そう思うんだったら言わなきゃいけない。そう思うなら言わなきゃ。そう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 。そう思うなら言わなきゃ。ただ本当にコメントで来てるんですよ。もうかなり好感度が下がるだけの話。痛いとこ攻めてきますね。そう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 。今あれど何ポイント差ぐらい、ね、それはちょっと言えないんですけど、そのまま言っちゃったらね、面白組がやっぱなくなっちゃうんで、あ、じゃあ放送渡らないと。なるほど、やっぱりスロットでも電圧上げるのは可能なんです。いやいやいや、皆さんが大好きなものは何ですか？皆さんが大好きなものって何ですか？そうだっすね、そうだっすね、そうだっすね。今チェーですか？何ですかね、好きなもの。すき焼き。ああすき焼き。あれ、なんかし酒、女、タバコ、ギャンブルないか。やべえやべえ、もう男の鏡みたいなね。男の鏡ですよ。チェリキが一番推しだよ、フリーザギ。電圧ってあるんですか？ないです。モッサンみんな大好き、聞こうな。罰ゲームはシナモン生きのみじゃないんですか？あっちゃんモッサン狙ってるね。もうモッサン嫌いになっちゃうよ。いや、なに。モッサン公園でボーっとしてるのとか好きそうだよね。あー、ようしてますよ。次回もサービスサービスって言ってください。あ、来た。誰も言ってくんないの。中志、何を生きてんねん、わら。私が大好きなのはカオルくん。モッサン、私のこと大好きですか？うん。あ、寝れません、中志いただいて。あー、そうね、お酒、女、タバコって言ったところがね、うん、はい。といったところでね、はい。時間の方も2時になりましたので、そうですね、そう、はい、終わりましょうか。そろそろ、これ赤文字、あ、じゃあちょっとこのピアノだけちょっと見ましょうか、ね、あれ、これもしかしてあったら、さっきもここからいたんですよ、ピアノモードじゃないですか。そうですね、ピアノモードに入ったらそこだけ見ましょうか。 あ、ピアノモードだ。おー、いたー。で、最後ここだけ見ましょう、ね。私も皆さん好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は給料日だ。いいね。いいよ。さあ、ベルで何ゲーム乗りましたか？5ゲームですね。はい、5ゲーム。たまに中とかあるでしょ。そうですね、継続抽選もしてるんですよね、これ確か。いやな、で、確か継続すればするほどなんかどんどん継続率も優遇されていくというか。あ、そうな、アップ抽選もしてる、うん、だったような、だったようなですね。今日はかなりモッツさんの好感度が下がりました。今までモッツさんのことだけは信じてたのに残念です。いやもうね、人は日々変わっていきますよ。ピアノモード弾いてみたいな。今弾いてますからね。結構乗っけますね。結構乗っけてますね。そうですか。はい、見た目の割に。まあまあ5ゲームとかだからってことですね。はい、はい、はい、ということで30ゲームね。モッサン、お願いだから大好きって言って。あ、もういい、大丈夫、言っても。いや、いや、どうですかね。じゃあダメだ。じゃあダメだ。モッサン勝ってるし、最後にみんな大好きって言おうか。いや、これ言ったらあれなんじゃないの。ねえ、さっきのでもうシャラになっちゃいそうなのね。そうですね、うん。じゃあそろそろエンディングいきましょうか、はい、そうですね、はい。ちょっとこちらのカメラ、ね、あんまりそういう言葉はね、安売りしちゃいけないからね。なるほどなるほど。そう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 。あ、じゃないですよ。はい、じゃあちょっと、カメラを移動しますので待っててください。よし、ちょっと待ってね、カメラ移動する。よいしょ。さあ、今日もね、あっという間の2時間でしたけれども。いやー、そうですね。いやー、エヴァンゲリオンのスロットだったんだよね。結構長時間打ってても、はい、そんなに辛くないですよ。あ、辛くない。楽しかった。いや、結構楽しかった。演出がやっぱりボリュームがすごいたくさんありますから、はい、はい、結構飽きずに打てるかなと。なるほど、はい、はい、ぜひ聞こうなるでね、はい、はい、あ、チェックその辺でストップかな、うん、多分限界かな、コードが。あ、厳しいですか。コードが限界かな。もうちょいかな。もうちょいいける。もうちょい欲しいですね。もうちょい欲しいですね。あ、まあ、こう、これ限界じゃないですか。これ限界、これ限界、ね、これ限界、ね、はい、じゃあちょっと待ってください。おい、よいしょよいしょ。じゃあ、いや、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よし、酒パワー、酒パワー、酒パワー、
あ、さっきポーラよいしょよいしょどこのマルチ商法で売られたそれはペイこれあの5万6000円ぐらいしますから、ね、高いよ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今日もね NG ワードやってきたわけですけれども、今日はなんとはい中心一発ゲーム、決めたら何だよその美味しいとこ持ってるおつした、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、ダイノンはね、まあ、モツァンの台がねピアノモードに2回くらい入ってね、そうですね、まあまあある程度出玉の方も、はい、まあ、1000枚くらい出ましたからね、うん、はい、まあまあまあこうやって出ると、まあ、どうでした、面白かったですか。いや面白かったですね、うんうん、なかなか演出のボリュームがたくさんあるし結構飽きないですよ。飽きずに打てると、うん、いうことですね、ほうほうほう。中島はどうでしたか。いやーボーナス引きたかったですね。あーボーナスゼロでしたっけ。いや1回か2回2、3回もうちょっと引きたかったかな。もうちょっと引きたかったですね、やっぱり。はい、いう感じですね。はい、ちょっと最後に、ね、コメント読んできます、給料日なのでお寿司食べに行きます。おい、いってらっしゃい。あーいいですね。モッサン、あこれ読んだかな、そうか、モッサンは視聴者を大切に思ってないんだなそんなことないですよ。なことないよ、まあ、そんなことないです、今日の放送でモッサンと横須賀と青森のことが嫌いになりました。ダメ地元が聞こえてます。もうね、口車に乗ったらね、今日は先生はめられるからもう、はい、お疲れ、大好きゾーン突入ですね。モッサン、大チキなら大丈夫だよ。あ、なるほどね。はい、あ、そっか。ああ大好きの、一言であっちゃんに罰ゲームがいたの、中志大輝くんだね、はい、お疲れ様、横須賀の皆さん、モッサン以外大好きです、また来週来ます、ありがとうございます。めっちゃアンチのファン作ってますよねアンチファンめっちゃ作ってます、うん、きっと今日見てた視聴者は来週ピンポイントでモッサンを攻撃するよ、覚悟しといてね。いや来週休むからいいスロットあまり、興味なかったけど今日見てて打ってみたくなりましたと。おお、ぜひぜひ。最終的な出玉はどれくらいですかと。中心だよ、マイナスだったかな。いやー僕はマイナスですね。はい、うん、中心太った、顔がぽっちゃりしてる。いやー太ってきたんすよね、うん、あらやばいですね、腹周りとかが。はい、もちろんおめでとう、ちゃんと最後にみんな大好きって言うんだよ。あー、ありがとうございます。はい、はい、みんな大好きって言ってください。みんな大好き。はい、ありがとうございます。もちろんテカってるよ。でもちろんは視聴者好きなんですか。あ、好きですよ。はい、はい、もうね、モッサンはね、本当視聴者の方大好きですからね。はい、ぜひモッサンに会いにね、遊びに来てください。そうです、いつでも。はい、じゃあ最後に罰ゲーム行きましょうか。はい、そうですね、何にしましょう。はい、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 お待ちみたいになってますね何にしましょう。さて、じゃあね、でも前デスソースやったからね。はい、どっちがどっち。えどっちがどっちどっちがどっち。どっちがどっち。あ、3人でやりたいみたいな、そういうことですか。いや、2人いや、誰入ってるんですか。いや、決まってるでしょ。いや、おかしくないですか。何が。いや、でも僕ここら辺にもう1人見えるんですよね。いや、わからん。じゃあ、2つ作っておくから、うん、あの2人分作っておくから、甘いのと辛いのどっちが当たるかちょっとわからないって感じで。あ、甘いのって何だ。甘いのだって最高じゃないですか、うん、何。あっちゃん、今のモツさんのみんな大好きをポイントに入れちゃい。奥さんあ、中志は奥さんいるから幸せ太りかな。チェリー、君も罰ゲームだからね。モツさん、生き生きしてるね。あ、もう楽しいよ、うん。チェリー様はないよ。中志、逃げて。あれ逃げていいですか。あ、じゃあ紛らわしてるんですか。じゃあこの間にですね、ちょっと告知の方をね、あ、そうですね、していただければいいかなと思います。ちょっと作ってるから。はい。はい、お願いします。はい、じゃあ、バトラー君から入るかな。はい、P キャラグランプリ、はい、まあ、ちょっとパチンコのキャラクターの、まあ、1位を、人気キャラクターを決めようじゃないかと、はい、いうものに、ちょっとあのうちのね、バトラー君が、はい、参加してます、はい、投票期間が7月の20日まで、はい、ございますんで、はい、ぜひ P キャラグランプリ2015と、はい、調べていただければ投票の方もできるようになってますんで、はい、ぜひバトラー君に1票お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そしてそしてこちら、はい、はい、あとはですね、まあ、22日に、はい、まあ、最新代のエヴァンゲリオンが4台と、はい、あとはケロルの方が、はい、まあ、1台バラエティの方に、はい、導入となってますんで、はい、ちょっとこちらも、まあ、まあ、まだ入って間もない台なんでね、はい、遊戯していただければと、はい、思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、パチンコ感もね、はい、入ってますんで、はい、まあ、ちょっとポポ受けてないんですけども、はい、ヤッターマンであったりとか、はい、パッションモンスターであったりとか、はい、まあ、結構その他麻雀記念のアマデジであったりとか、まあ、多くのアマデジと、はい、まあ、多数導入してますんでね、はい、まあ、一円パチンコにも、はい、噛んじゃったんですけど、はい、一円パチンコにもキャチンコ一円パチンコにも、はい、
多く入ってるよ。入ってるんですか、フリーザ様。ゲイ、ね、入ってますんで、はい、もう皆さんぜひもう遊んでいただきたいんで、ね、はい、はい、遊びに来てください。ぜひご来店ください、本当に、はい。中市、リース使ってる？リース、いや、使ってないですよ。もちろん、仕留められなかったあっちゃんも罰ゲームで、あっちゃん最後にイケメンです。今またカナム飛んでた。中市、今週は耐えてたねと、来週はもちろんひどい目に合わせるからね。いやいやいや、勘弁してよ、はい、飲み物用意してあげてちなみにどういう風に決める感じですか、これは。右か左かみたいな、見たら分かっちゃいますよね。分かっちゃいますね。うん、じゃあ、あれ、じゃんけん。うん、右、勝った人が右側とか。あ、そうですね、じゃあ勝った人が最初にもう3が選んだ方を食べるって感じで。じゃあ勝った人が辛い方にしましょう。え、勝った人が辛い方。甘いのってなんなん。甘いのってどうですか。あ、甘いのあれ、え、天国か地獄みたいな感じですか。あ、そうです。あ、ちょっと、あ、入れるところ見せられなかったんですけど、別に甘いの食う人は別にいらなくて。一応辛いのが辛しとデスソースです。で、甘いのがバニラエッセンスと、はい、あのコンデンスミルク。なるほどな、甘いですね。はい、はい、だからどっちの方がいい、うん、でしょ。だからじゃんけんで勝ったら辛い方、負けたら甘い方。負けりゃいいんす。そうそうそう。はい、じゃあじゃんけんしてください。負けりゃいいす。え、負けたら甘い方。負けたら甘い方っすよ。そうそう、もう、まあ、じゃ最初はグーでいきますからね。あ、マジか。もうお願いします、負けさせて、はい、もう辛いの嫌だ。もう辛いの嫌だ。はい、じゃあじゃんけんしてください。いきますか。はい、お願いします。最初はグー、じゃけぽい。いやもうこれやった。はい、じゃあもうね、いや待って、マジで僕の問題で、ね、はい、行きましょう、もうね、手に取ってサクサクと行きましょう、はい、サクサクと行きましょう。コンデンスミルク少ないですか。コンデンスミルク甘いっすよ、ね、溢れちゃうこれ、うん、溢れちゃう。え、コンデンスミルクって何なんですか。え、練乳みたいなやつ。そう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 。あ、じゃあ全然余裕じゃないですか、はい、これ、うん。チェリキチのフリーザ好きだね、ハマる。私も中市の喋り方好き。あ、中市の喋り方。あ、つけないでよ。危ない。ちょっと垂れそうなんで。ちょっと危ない危ない。デイジャーデイジャー。もちろん一回その食べ物を靴下に入れてあげればいいんじゃないか。あ、そう、入れようか。そういえば早速いつの間にか治ってるの。あ、そうですね。はい、ということで早速罰ゲームの方行ってください。三二一、どうぞー。いただきます。いただきます。シャレオツな感じでした ね、 シャレオツだね。でも中身はデッソスですからね。あ、チェキちゃん美味しい。美味しい。いや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 、美味しい。ご褒美だねこれね。ご褒美だった。今日はコンデンスミルクだからね。もう美味しいよね今日はね。もうね、中市はどうしてましたか。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、食べてないあまり。止まってる止まってる。ちょっと待って、ちょっと待って、飲み物ないんですか。あ、飲み物、あ、つってこうか。はい、コンデンスミルクはご褒美。コンデンスミルクってモッサンから出たミルクじゃないよね。それはそれでね、あれですけどね、それはそれで甘かったら大変だよ、うん。はい、ということでね、まあ2人、あ、まあ1人かな、中市は悶絶してますけれどもね。はい、といったところでね、今週の放送はこの辺でお別れしたいんですけど、中市、感想はどうですか。食べれない。食べれない。食べれない。そうですよ。はい、あ、やばい、相当来てますよこれ。え、相当来てると思います。相当来てる、やばい、これはやばい。反応が薄いからね、ちょっと伝わりにくいですけどね、今日は。ええ、マジでリアクションできない。ああ、喋れない。あの、本当やばいっすよ。あ、本当にやばいやつだ、かわいそうです。あれね、モッサン作るやつはおかしいっすから、量が。あ、量がね、はい。デスソースっていつまで辛いの、何時間ぐらい続きますか。帰る頃まで続いてるんで、2時間ぐらい、2時間ぐらい続くんじゃないですか、ね、2時間ぐらいは辛いね。お疲れ様です。中市、今度絶対気候なる横須賀行きます。あと隣に、ある似たような店は気候なるのパクリですね。最低ですね。いやいや、何言ってんの。うちにだけ来てください。そう、気候なるにね、素人うちにね、遊び来てください、ほんとね。はい、はいはい、モッサン大丈夫ですか。もう入ってますよ。ああ、はい、あ、入ってます。 OK です。はい、はい、OK です。はい、はい、呪いの圧力ライトは関東各店にあります。あ、もう全店に関東はありますんで、お近くの関東気候なんね、遊びに来てください。はい、はい、お願いします、はい。お尻も痛くなるんですか、中市。あ、これね、翌日はやばいでしょ。本当に喋り方がもうおかしい。まあね、これ食べるとテンションが 100% 落ちるっていうね、うん、落ちすぎだろ。コンデンスミルクは純汁のことですか。あ、そうですね。はい、いや、僕そしたらなんかゲテモノ料理みたいになってるんですか。はい、じゃあ最後はね、チェリキチの、孫子フリーザ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 でさよならしましょう。スーパー孫子フリーザで、はい、
スーパーソンスフリーザー、はい、はい、ということでね、皆さん今日もね最後までご視聴ありがとうございました。また来週もありますので、ね、最後の最後で 滑るの俺、いいよいいよ、いやいやそれはもうあなたしだよ、はい、早く締めて、あ、はい、早くやりましょう、切実、早く聞いためますから、もうなくなっちゃう、なくなっちゃう、キーデスボール、キッはい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。また来週。